3、2、1。はい、というわけで、ひろきです。よろしくお願いします。どうも、はじめまして。はい、今日は高橋さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いや、なんか私、遅刻しました。はい。あ、いやいや、全然。そちらは朝早いんですよね、今ね。まあ、早いと言っても、10時ちょっとなんですけど。そうなんです。でも、コメントくださってる方も、もうなんか遅刻するの慣れてらっしゃるみたいで。あ、そうですね。はい。すいません。僕はまあ時間にルーズなもので。はい、いいと思います。ちょっともともとはフランスのパリっていうところに住んでるんですけど、はい、で旅行が終わって家に帰ってるはずだったんですけど、また旅行中で、うん、今ホテルのロビーで繋いでる感じです。あ、今どちらにいらっしゃるんですか？ドイツのホテルのなんかロビーで、なんか隣で人が飯食ってるような感じでやってます。あ、そうなんだ。はい、今ヨーロッパを周遊されてるんですか？まあ、なんか自動車で思いつきで行ってたら、帰れなかったっていう感じです。はい、今、フランスに戻ってる最中っていうことです、ね。奥様とですか？あ、はい、そうです。はい、すごい。いや、なんか、ひろゆきさんは、はい、本当愛妻家でね、有名でらっしゃるから。いやいや、別にそんなことないですけど、はい。何ですか、秘訣は。夫婦仲良しの。いや、別にそんなに愛妻家でもないですよ。よく揉めてますよ。本当ですか？多分、揉めない夫婦の方が少ないんじゃないですか。じゃあ、喧嘩した時はどうやって仲直りするんですか？まあ、大体僕が謝って終わりなんですけど。いや、ねえ、それよく言うじゃないですか。男性と女性が夫婦で喧嘩したら、絶対女性は折れないから、男性が謝った方がいいとかって。うちは夫が絶対折れないので、私が謝るんですけど、これどうやったら改善、そう、どうやったら改善するというか、私がイニシアチブを取れるのかしらってすごいいつも思うんですけど。まあ、多分その謝ってる側の人たちは多分折れる側なんで、折れない側の人に聞かないと答えはないと思うんですけど。そうか。まだどっちも折れてない場合は離婚して終わりとかが多いんじゃないですか。そういうことか。勉強になります。ちなみに、どんなことで揉めるんですか？夫の態度が、私に対する態度が冷たいとか、あと、話を聞いてくれないとか、私がすると怒って揉めたりとかするんですよね。あ、態度が冷たいとか、なんか実害そんななさそうなことで結構揉めるんですね。そうですか？私はやっぱりこう、夫婦仲良くラブラブした生活が理想なので、こう、適当に話を流されるとか、全く聞いてないとか、携帯ばっかりいじってるっていうのが嫌なんです。変なのかな？いや、多分それだと僕も大揉めするタイプの。そうなんだ。そうか、やっぱり携帯とか、いつも、そうですよね。それぐらいだってツイートとかもされてますもんね。いや、なんかその、まあ、ちょっと言い方難しいんですけど、その、うん、女性一般の方って話聞いてほしい人って多いじゃないですか。うん、で、話聞いてほしい割にそんなに面白くない話する人多くないですか？多いですけど、夫婦の会話でそんなに面白さって必要ですか？あ、なので別に聞いてほしいで聞いてはいるんですけど、うん、ただその 100% の集中力を発揮できるほど面白い話ではないので、ちょっと他のことをしてないと僕その間が持たなくなるんですよ。そうか、そういう男性の意見を聞くと、はい、ちょっと、あ、うちの夫のそういう態度も理解できますね。確かに、取り留めのない話とか、全然関係ない芸能人のゴシップとか話してるから、多分夫は興味ないんでしょうね。で、その 100% 向き合っちゃうと、言われた話の細部とか、こうしたらよくないとか、なんか無駄な一言を言いたくなってしまうんですよね。ほうほうほう。で、女性の場合って、そのアドバイスが欲しいわけじゃなくて、話聞いてほしいだけだったときに、そのアドバイスすると、うぜえってなるじゃないですか。ああ、確かに。なので、話半分で聞いてるが、実はお互いにちょうどいいんじゃないかという。そうか。いや、いいこと聞きました。これで私もちょっとガス抜きが、はい。でも、ちょっと話は変わるんですけど、うん、じゃ例えば、最近もひろゆきさんって、いろんなコメンテーターもされてて、しかもしょっちゅうネットを騒がすような、こう、発言とかコメント多いと思うんですけど、ご自身が全く興味がないニュースとかを振られた時って、どうされてるんですか、そのコメントって。あ、その家とコメントで多分全然違うと思うんですけど、うんうんうん、家の場合はへーって言って終わりです、うんうんうん、テレビの時はテレビの時は興味がないことでも頑張ってコメントするんですか？あ、興味がなくても知ってる範囲内で答えますね。興味がないかどうかで言うと、うん、僕ほぼ大体のこと興味ないんで。逆に今興味あることなんですか？
その僕あのゲームとか映画とかその漫画読むとかそういうあの自分の世界に入る系のことが好きなんですよね、うん、なのでなんか社会問題とか割とどちらかというとどうでもいいですよ。芸能とかさらにどうでもいいんですけど特に日本の芸能界の不倫とか全くじゃあどうでもいいって思ってますよね。そのテレビもあんまり見ない日本にいるときはあんまり見てないので、うん、そのまず芸能人をよく知らないんですよね、うん、だからそのなんか この人が昔こういう不倫をした経歴ならあの人でみたいなこと全く知らないので、うん、その知らない人が不倫した話してても多分芸能人ってみんな知ってる人だから話題になると思うんですけど、うんうんうん、僕にとってはその近所のおじさんのあの人とはおばさんがなんかしたらしいよみたいな感じで知らない人同士だから勝手にすればぐらいな感じなんですよ。ああそうか。だから別になんか不倫も僕実害ないんだったら好きにすればと思うんですけど、うん、なんかでコメンテーターの人とかで怒れる人いるじゃないですか、その赤の他人の不倫に対して、はい、うんうんうん、あれ何にする怒りなのかが全く分かんなくて、ああなんかでも裏切られた感とかじゃないですか、その方を応援してたりすると。ああ、なんかその歌手とかで歌が好きとかで別に僕その歌が好きなだけでその歌手がどんなクソ野郎でもどうでもいいんですよね、うんうんうん、歌が良ければ。ああ、まあ確かに。そう、それはあのよく犯罪を犯した方とかでも作品にはね、あの別だとかっていう問題ありますよね。例えば薬物の事件を起こした時に、まあ、じゃあその人の過去の出演作品とか曲に罪はあるのかないのかっていう議論は結構されますよね。高橋さん、そういうの気になります？私めちゃくちゃゴシッパーなので芸能ニュース大好きなんですけど、そうそう、昨今、まあ、私以前フジテレビでバイキングっていう番組をやっていて、その時コメンテーターを週1回やってたんですけど、割とそのバイキングは芸能人のゴシップとか、あの扱ってたんですけど、その番組が終了して以降あんまりね芸能人のゴシップを扱うテレビ番組が減っちゃって。あ、そうなんですか。今減ってるんですか。だいぶ減りましたよ。サンジャポとかぐらいじゃないですかね、扱うの。あ、もう、じゃあワイドショーって今なんか芸能人の不倫以外だとどんな話題やってるんですか。いや、やっぱり政治のこと、コロナのこと。なんかコロナとかもうそろそろ飽きません？何年もやってるしみたいな。いや、そうそう、まあ飽きてるとは思うんですけど、日本の中でも敏感な方は敏感ですからね。ヨーロッパにいると多分感じないと思います。もう皆さんノーマスクですよね。まあそうですね。まあちょっと感染者数は増えてるんですけど、まあ知ったこっちゃねえやっていう不安。フランスも1日10万人ぐらい感染してるんで、そんなにですか。まあ日本の半分ぐらいですけど。でも日本今20万人とか言ってますよね。はい、ああそうです。今増えてきたんですけど、でもだから毎日やってますね、ニュースで。でもなんかやるニュース、その数字が増えました以外に話すことなくないですか。うん、そうなんです。それと注意喚起と。で、だからなんかコメンテーターの人も困りますよね。もうなんかこれ前も言ったよなみたいなのしか残ってないじゃないですか。この2年間大体同じこと言ってますね。新情報あるわけじゃないし。そうそう、ただまあちょっとほら、あのデルタ株だったのがオミクロンになって、今回 BA5 ってこうちょっと症状が変わったりとか、内容が変わってきてるから、今のコロナはこんな感じですよとかね、なってますね。そういうのやっぱ高橋さんも調べるんですか、そのなんか BA4 から BA5。 やってます。私割とコメンテーターやらせていただくことが多いので。だってコロナの初期の頃はそのアルファとかデルタとかどの国で出たとか僕すごい気にして調べるの好きだったんですけど、もうなんか BA4、BA5 くらいからまあどうでもよくなっちゃって。いや、ちょっと多少もう疲れてはきてますよね、コロナ疲れ。もうまあ大体こんな感じがずっと続くんだろうなんか分かっちゃったんで、うんうん、なんかもう調べてもあんまりそのなんか役に立つことがないっていう感じがしちゃうんですけど、だからよくいまだに調べ続けられるモチベーションがあるなと思って。いや、まあ、仕事で話さなきゃいけないからっていう感じです。でもなんか全然調べないで喋るタイプのコメンテーターの人もいるじゃないですか。はいはいはい、私はこう思うっていうのを言うだけっていう。うん、あのパターンにはいかないんですか。あ、そっちの方が楽じゃないですか。でも一応なんとなく情報を知っておかないと、自分の意見も言えないなと思って。なんか大御所おじいちゃん系とか、なんかずっと同じこと言ってるタイプの人いるじゃないですか。はいはい。だからあのポジションに行った方が楽な気がしますけど。いや、それは大御所おじいちゃんにのポジションは楽ですけど、私はまだ、下っ端なので努力しないと。あ、そうなんですか。ちなみに、高橋さんって、はい、私のこと知ってました？あ、一応なんか、その高橋秀樹さんの娘さんでって、はい。はい、ありがとうございます。いえ、
でもなんか芸能に行かないっていう手もあったじゃないですか。ああ、うん、私はですね、まあ、そもそもあの、うん、アナウンスメントニュース原稿を読んだり、うん、自分の口で何かリポートするお仕事がしたくって。あ、じゃあ人前に出るのもともと好きなんですね。そうですね。ただその自分が歌ったり自分が何か演技したりっていう表現するよりかは読み伝えるとかそういうお仕事の方が好きで、だからアナウンサーを目指しました。あ、じゃあその感情を乗せたりとかじゃなくてその淡々と読んでる方が好きなんですか。うん、そう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 。今でも、今こうフリー、もともとフジテレビにいたんですけれども、うん、そのフリーランスになって、やっぱり悲しいなって思うのはニュース原稿を読む機会がなくなっちゃったことですね。なんかニュース原稿ってでもそのテクニックはありますけど、まあ淡々と読むっていうのに関していくと、うん、なんか何が楽しいんですか。まあでも確かに言われてしまえば AI とか、あのコンピューターでやった方が時間もきっちり管理できるし、例えば2分間の短いニュースだったら2分間にまとめられるじゃないですか、 AI とかでやった方が、うん、だけれどもやっぱりそのちゃんとこう一人一人のアナウンサーのニュース読みを聞くと声のトーンだったり間の取り方だったりどこを強調して伝えようとしてるかっていうのが、もう短いニュースでもそのアナウンサーによって特徴があるので面白いと思いますよ。で、あと自分が原稿をもらった時に私だったらここを強く伝えようとか、このニュースはこういうトーンで読み伝えようっていう気持ちがあるので、それはだから、ある意味その例えば絵描きさんがそういう何かものを見た時に本当は写真で別に撮っちゃえばいい話なんだけど、あえてそれを書く、自分の書き方で書くとかっていうのと同じ感じかもしれないですね。なんかアナウンサーの人がその職業柄そういう細かいところを見るのは分かるんですけど、アナウンサーになる前からそのこのアナウンサーのこういう間の取り方がいいとかそういう視点で見てたんですか。アナウンサーになりたいって志してからよくそれは見るようになりました。やっぱり高島彩さんの原稿の読み方とか進行の仕方はお上手だなとか、NHK のアナウンサーの方はいつもゆとりを持って原稿を読まれるなとか。はあ、なんかその NHK のアナウンサーの人って本当淡々とやるんですけど、うん、そのフジテレビとかのアナウンサーになる人ってどちらかというとそのなんかフリーになって芸能人になるのを目指してる方がなるイメージなんですけど。そういう人も多いと思います。だそうするとなんか原稿読みが大好きっていうと少数派なのかなっていう。あ、それはそうかもしれないです。私はでもアナウンサーニュースを読みたくてアナウンサーになったので、最近は割とタレント的なお仕事とかコメンテーターのお仕事が増えてきててちょっと寂しいなと思いますけど、アナウンサーという職業を踏み台にモデルになったり女優さんになったりってなる方ももちろんいますけど、それは踏み台として捉えてるのか、ただ単にメディアの仕事を始めてのジョブチェンジなのかはそれぞれの価値観によるのかもしれないですね。その原稿を他の人に聞いてもらうのが楽しいんですか。なんか読みたければ一人でも読めるじゃないですか。確かにね、そりゃそうですけど、でもそれを職業にするんだったらせっかくならそれは歌を歌ったら一人でも歌えるけど誰かに聞かせたいとか、上手に絵が描けたら誰かに見せたいとか、あと見せる人がいるから上手くなろうってい う, こうスキルアップしていこうって思う気持ちじゃないですか、ね、そういうことですか。僕その歌たまに鼻歌とかフロアで歌ったりはするんですけど、はい、カラオケ行って聞かせたいがないんですよね。自分で何か発信したいとかとは思いますでしょ。だからいろいろ発信されてるわけでしょ。いや割と僕家でゴロゴロしているのが好きっていう方なんですよね。そうなの。はい。でもツイートとかしません。あの旅行中で暇な時とかなんですよね。だから最近ツイート多いのは暇な時間が多いからです。あ、そうなんですか。待ち時間とかあの電車の待ち時間とかいろいろあるんで、うんうん、でもその時に別に自分でじゃあ一人でメモすればいいのに、あえてそれを世界に発信するっていうのはやっぱりほら、ああリアクションが返ってくるから楽しいとかですかね。要はこう書いた場合にこういう反応が返ってくるだろうなって予想してて、うん、でその仮説が合ってるかどうかっていう確認なんですよね。試してるってことですか。だからなのでリアクションが返ってこないやつは飽きちゃうからやらないんですよね。ちょっと実験的な要素も入ってるんですね。そうですね。なのでそのなんかこうしたらこう帰るだろうっていうその仮説が合ってるかどうかのなんか確認作業してる感じで、うん、その仮説はどれぐらい合ってますか。
最近はなんか予想を超え始めてて、僕たまにわざと踏み外すことがあるんですよ。これは怒られるだろうなっていうのを分かっててやることがあるんですけど、はい、うんうんうん、子供みたいはそれが最近なんか怒られないことが多くなっちゃっててあら、だからいやそれはまずいでしょっていうふうに僕が思ってるっていう、うん、そういう感じですちょっとあれじゃないですか、気をつけないとわっしょいされちゃいすぎてる。いや、その僕のファンがどうこうじゃなくて、その僕が書いたものが、うん、じゃあヤフーニュースに載りましたっていう時に、はい、一般の僕のファンとかと関係ない人が目にして、うん、いやいやそれはまずいでしょってツッコミが来るはずなのに、それがあんまり来ないみたいなのがあって、うん、ああ、多分一般の人は突っ込まずに心の中でこれはありえないと思うって思って終わってると思います。ああ、なのか僕が完全にマツコデラックス三枠に入ってしまったのかどっちかかなとして何言ってもね、まあ、支持されるという、あの人も人外だからほっとけいいよみたいな同じグループにだ、その不倫して怒られる人と不倫しても怒られない人っているじゃないですか、うん、いますね。で多分僕も不倫しても怒られない、あの人外枠に多分入れられちゃってるんだと思うんですよ。あ、それはでも特権ですけどね、羨ましい人多いんじゃないですか。あ、じゃあ高橋さんもこっち来ますか。え、いや私は無理ですけど私はどういうイメージなのかな、みんな。でもまあまあ真面目、まあ、でもやっぱ真っ当感は強いんじゃないですか。うん、根が真面目だからな、悪いことできないし、あとこう人を傷つけるような発言をなるべくしないようにとか気にしちゃいますね。僕だから好きやらは人を傷つけようとするんですよね。なんでですか、もうダメでしょ。そういう文化をでもちょっと作ったところにはあの責任はあると思いますけど。あ、そう。いや、なんかその人を傷つける発言をした時に相手が傷つくパターンと、うん、それを乗り越えて仲良くなるパターンがあって、どっちで来るんだろうっていう。いや、それはでも対面してればあの乗り越える可能性も高いと思いますけど、やっぱり全く知らない相手だったり、ネット上とかだったら傷つく人多いんじゃないですか。まあでもそのなんかあの、なんか 100% の誹謗中傷とかであれば多分そこはないんですけど、うん、ある程度言ってることに理があるよねっていうのが分かってくれる人のパターンだと、うん、最初は感情的に嫌がれるんですけど、うん、その後まあそれなりに論理的なところは持ってるよねっていう風に仲良くなってくれて認めてくれるタイプの人っていうのも結構いたりするんですよね。うん、それぐらい器がね大きければいいですけどね、相手がね。あの器の小さい人と付き合ってても時間もったいなくないですか。まあ確かに、まあ、私でもそれこそちょっと話はそれるかもしれないんですけど、自分がアナウンサーになった時って、うん、本当に周りからコネだとか、うん、それからフジテレビのアナウンサーのくせにブサイクだとか、まあ、散々雑誌でも叩かれたし、うん、そんなこと書かれるんですか。いや、私それこそ2チャンネルでももう信じられないぐらいの誹謗中傷書かれたんですけれども、当時はそれを見て傷ついて、ひどい、なんでそんな風にって思ってたんですけど、だんだん案外読んでると、まあ、的を得てるなとか、なんかこう確かにフジテレビのアナウンサーとしては顔がトリッキーだったなとか、あの結構なんかトリッキーなんですか言ってること案外間違ってない、ただただの誹謗中傷じゃなくて、まあ言われてみれば確かになって思う誹謗中傷もあったりして、いまだに私エゴサーチするんですけど、そうすることによって、あ、自分はこういうつもりでコメントしたつもりじゃなかったんだけど間違って伝わっちゃってるんだとか、こういう所作をすると嫌に思う人がいるんだって結構勉強になって、案外そのなんか誹謗中傷みたいなのも自分の勉強材料にしてますね。顔がトリッキーっていい表現ですね。だって自分であんまりねブサイクっていうのもあれだから、最近トリッキーっていうようにしてるんですよなんかあの褒めてるのか向けなしてるのかもよくわからないけど、まあ、特徴的的なことです、ね、そういうことです。あ、やっぱ言葉遣いってそのやっぱそのアナウンサーになるとやっぱボキャブラリー増えて的確な言葉を選ぶのが上手くなるんですいやいや、どうなんでしょうね。でもまあなるべくね、いい言葉を、ポジティブな言葉は取り入れたいなって思いますよね。なんかその、あの、人を傷つける言葉を言ってはいけないっていう、多分教育を受けるじゃないですか。はい。だから多分その言い回しとか言い換えとかがアナウンサーの人ってやっぱ上手い人多いですよね。おお、それはやっぱり長けてる方多いなと思います。私はちょっとまだまだ、私ちょっと自分で言うのもなんなんですけど、結構素直で態度に出ちゃうので、はいはい、あの遠回しにしててももう顔が物語っちゃってたり嫌悪感が出ちゃったりとかっていうことがあるので。演技力ってそのなんか家族的 なんか DNA 的なもので来るもんでもないんですか。
これがですね、俳優の娘とは思えないくらい私大根でして、もう全く演技はできないですし、私生活でも、例えばちょっと私生活でも演じなきゃいけないシーンってあるじゃないですか。はいはいはい。ダメです。全部出ちゃう態度に。へー。なかなかテレビとかバラエティーショーとかでも、ちょっとこうぶりっ子っぽいキャラクターの人とか、なんか、売れようと思ってキャラをすごい頑張って作ってるなっていう人とかが出てきた時の私の目が死んでたりします。自分でオンエア見て、私すごいもろ顔に出ちゃってるとか。じゃあその原稿を淡々と読むのが好きだから演技をしてないんじゃなくて、はい、演技ができないからそっち側ですね。できないです。でも歌を歌うとかっていうのもその、うん、表現とかをコントロールする行為じゃないですか。だからその2分で早く読むとか、はい、なんかゆっくり読むとか、抑揚をつけるとか。で、それと演技ってなんか似たようなイメージなんですけど。いや、やっぱり、まあ、アナウンサーは書かれた原稿を読むのが仕事だったので、演じるっていうのはそのセリフを立体的に一回映像化自分の中でして、そして役になりきって、セリフを自分のその役として出すっていう、まあ全く違うんですよね。仕事としてはもう3工程4工程ぐらいアナウンサーより難しいと思います。あ、そうなんですか。うん、だから結構最近はアナウンサーさんからあの女優さんになる方とかドラマ出る方も多いんですけれども、うんうん、私はちょっと無理ですね。それってでもなんかその家族に相談したらこうやるといいよとかってちっちゃい頃から教わったりしなかったんですか。いやない、特になんかそういうのないですね。特に あとうちの父もやっぱりアナウンサーって同じメディアだけれどもやっぱり会社員だし仕事の内容も違うからアナウンサーになることを応援してくれましたけれども、多分女優になりたいって言ったら反対してたと思います。あ、そうなんですね。大変なお仕事ですし、あとやっぱり向き不向きを分かってるんじゃないですかね。あ、もうちっちゃい頃からこいつ向いてねえなって思われてますか。向いてないと思ってると思います。あと別に女優顔じゃないし、私のじゃあ例えばこの容姿とかで演じられる役ってこれとこれとこういう感じだろうなって言ったらなんかやっぱ先が見えてたんじゃないですかね。へー、なんか若い頃から達観してますね。そうかな。いや、なんかそのそれなりに知名度がある人だったら子役デビューとかでもなんか仕事は来ちゃうじゃないですか、うん、それでちやほやされてなんかそのまま浮かれていくっていう人も結構いるじゃないですか。だからなんか誰々さんの息子さんですとか娘さんですね、うん、なんか最初子役だけいたけど年取ってだんだん出なくなって、うんうんうん、なんかあのこう社会面をにぎわしずにパターンの人とか。あの多分父は結構高橋秀樹さん堅実で真面目で、あと客観的なあの視点を持ってる人なので、割と小さい時からこう、うん、変に娘にこう可能性かけすぎない人とかあったかもしれないですよ。それでもなんか娘的にはなんかその夢を潰されるみたいなのないんですか。まあそれは一時期ちょっとなんか宝塚が好きで宝塚に入りたいなとか、歌が好きでミュージカルやってみたいなみたいな気持ちもありましたけれども。その親の見る目の方が正しいだろうなっていう気持ちもあったし、うん、自分自身でもやっぱりその世界でやっていくっていうのは難しいだろうなっていうのはなんとなく1ミリでも感じたらあのやめようって、はあ、でもなんか学校とかで学芸会とかになると、うん、あの高橋さんの娘さんだし何かのみたいになってなんか役柄とか振られそうじゃないですか。あ、いや、うち私立で結構真面目な学校でみんな平等にっていう感じで、で芸能人の娘だからっていうところも特になかったので、全然普通のあのおたまじゃくしの24番みたいな役とかでしたよ。あ、そうですか。へあ、じゃあ周りも別になんか高橋さんみたいな取り上げられ方もなく単に普通の生徒一人みたいな。よかったですね。それはその何ですか、芸能人があんまりいない学校だったので他の学年の生徒さんが あの子が高橋君の娘らしいよとかって見に来ることとかはありましたけれども、学校の先生から何かっていうことはなく、はいはい、フラットに。で、小学校から高校まで一貫校だったので、同級生はもうみんな、あの、マーサーは、ヘリクルスってるから。本人がどんな人か分かってるから、今更親がどうこう。そうそうそう。すごいですね。じゃあ、小学校の時の同級生が高校卒業までずっと一緒にいるんですか。そう、ずっと一緒でした。そしたらなんか友達の人数少なくなります。だってあんま増えないじゃないですか。
その小学校、まあ、そうですね。増えないですね。だからまあ高校生になって他校の塾に行くようになってから予備校とかお稽古の場所で友達が増えたりとか他校の文化祭に行ってそこで友達作るとかはありますね。それずっと女子校ですよね、うん、女子校です。あ、じゃあその大学行くまでその共学経験なし。大学も女子大なので。マジっすか。え、それは社会に出て なぜそんな女子ばっかりのところ選んだんですか。なんか、まあ、小中高は気がついたらなってたと思うんですけど、はいはい、大学は別に共学選んでもいいじゃないですか。そう、共学でもいいかなと思ったんですけど、私がずっと家庭教師の先生が歴代東京女子大学っていう大学の先生、あの生徒さんがずっと家庭教師に来てくださってて、でだったので自分もとその同じ東京女子大学に進学したんです。え、家庭教師選んだのは誰なんですか。はうちの両親ですね。ああ、じゃあ両親がそこで共学の先生を呼んでたら共学行ってたかもしれないですよね、うん、かもしれないですし、私も次人生やり直すんだったら共学行ってみたいなと思います。だからその何ですか、男性の例えば幼少期から男の子と一緒に生活してたら、男性ってちょっとなんかこういうやんちゃさとかね、ある意味男性のちょっとおバカなところとか女性にルーズなところみたいなのをこう肌で感じるじゃないですか、共学なら。だけど全くだったので、ほんと清廉潔白できちゃったので、男性のなんていうんですかね、男っぽいところとかアホっぽいみたいなのとかを見たことなかったから、いまだによくわかんないですね、男性という生き物が。え、結婚して観察中みたいな感じなんですね。そうですね。でもそれもほら、夫だけを見てたら、あ、こういうものなのかとか、なんかちょっときついこととか言われても、あ、男性ってこういうきついこと言うのかな、うちの父は言わなかったけれども、あ、こういう人もいるのかとか。じゃあそのなんかドラマとかでそのなんか、うん、まあ高校生とか大学生とかでその共学でみんな和気あいあいみたいなのって、うん、そのまあ小中高は仕方ないんですけど、大学はああいうの体験したいなみたいな感じにもならないんですか。もう別世界なんですか。そう、一応のインカレサークルって言って東京大学と日本女子大の子たちが入ってるサークルには入ってたので、男友達とか先輩とかはいましたけれども、そんな一緒に生活はしてないので、週 1,2 回会うとか。はあ、なんかそのなんか授業を男女でとか、なんかないないないです。修学旅行的なものとかないです。だからなんかね、男性との距離感がすごい下手だと思います。あのちょっとこう何ですか、距離感近い男性とか来ると、え、もしかして私のこと好きなのかなとか勘違いするタイプですね。あ、それで余計に男性を近づけないようにとか。本当に、だから、よかった。社会に出て、初めて職場で男性とかがいて、だからその変な話、男性の前で鼻を噛んでいいのかとか、ちょっと それとかもわかんないです。くしゃみとかってどうしたらいいのかなとか、女性の話どれぐらいしていいんだろうとか。結婚相手見つけるの難しくないですか。なので、5年間友達だったんですよ、うちの夫は。ああ、はい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 。で、だから友達からですね。あ、じゃあ一応彼氏は別にいたことはある。彼氏はですね、これまた、あの、29歳までいなくて。マジっすか。今時そんな人いるんすね。そうですね。なんかあの、その、例えば食べ物とかって、食べたら美味しいからまた食べたいって思うし、あの睡眠も寝たら疲れが取れたからまた寝たいとか眠いってなるじゃないですか。でも恋愛をしてこなかったので、恋愛の良さがよくわからなくて。あ、まあ29まで なしで生きてきたから別に何にも困ったことないですみたいな。そうそう。あと、結構追っかけ体質で、自分が好きな人を追いかけたいですね。いや、追いかけてないじゃないですか、29まで。いや、あのね、何回か男友達とかに告白したことはあるんです。高校生とか大学生とか、好きですって。なんですけど、あの、うまくいかなくて、例えば妹にしか思えないとか、私の友達のことが好きだとか、今日交際に至らなかったですよね。へー、あ、そうなんですね。はい。で、22歳で会社に入ったら、もうあまりにも忙しすぎて、そんな暇で。そうそう、なんですよね。でもだから今考えると、来世はもうちょっと恋愛したいと思います。でもなんか同僚とかでその遊んでる人たちとかいなかったんですか？いました、いました。
え、遊んでる女の子ってことですよね。うん、いや、遊んでる子いましたけど、すごいなっていう感じ。はあ。へえ、そのまま29歳までいっちゃうもんなんですね。今時の社会に生活していて。そうですよ。でも最近、多いって言いません？あの、友達でいます？でも、その29まで彼氏できたことありませんって人。友達ではいないですけど、昨今ニュースで話題になったのが、今、20代で半分以上かな、男の子、誰とも付き合ったことないとか、あの、男性経験、女性経験がないまま、30代、40代になる人とか増えてるって、結構ニュースでやってますよ。なんか、ブサイクで、その、金もない、しょうもない人とかだとそうだよねっていうのがわかるんだけど、高橋さん、別になんか、寄ってくるじゃないですか。うん、ありがたいことに、あの、言ってくださった方もいたけど、私は自分が好きな人じゃないとダメだったんですよ。はあ。でもなんか、一回ぐらい普通に付き合うのを経験してみよう、こいつあんまり好きじゃないけどっていう感じにもならなかったんですか？あとね、割とうち純潔教育で、あんまりその、結婚するまでは男性と交際はよろしくないみたいな雰囲気出されてたので。でも二十歳過ぎたらもう子供でもないじゃないですか。いやいや、そうなんですけど、なんかずっとそういう教育を受けてたから、私もなんかあんまりだったんですよね。いや、だからそれこそ今後悔してますよ。もっといろんな人と付き合っておけばよかったとか、経験しておけばよかったなって思うこといろいろあります。はあ、あ、でも逆にそのなんか付き合いが少なかった分だけ、その要は他のいい例、比較例がないじゃないですか。うん、そういう意味ではそのなんか旦那さん的には得なのかなっていう気がしますけどね。うん、だけど、あ、そうなんですけど、比較する相手がだから父親になっちゃうんですよ。わあ、そうすると高橋秀樹さん完璧なので、それと比較してるから多分夫もすごいストレスだと思うし、私自身もやっぱりなんかもうちょっと父みたいになってほしいみたいに思っちゃうことあります。それはめんどくさいですね。だからかな、だから怒ってんのかな、うちの夫は。だってそのほら、お父さんは娘にはいいところしか見せないじゃないですか。そうですね。いや、それがね、父親としても完璧なんですけれども、夫としても完璧だったんですよ。で、父親は母親とあの喧嘩したどこ見たことないですし、いつもニコイチだし、なんか母親が幸せなのがパパの幸せだよっていう。マジですか？え、じゃあそのお母さんがなんか愚痴言ったり文句言ったりとか、夫婦喧嘩も見たことない。マジですか？ほぼない。今でも仲良し。今74と78ですけれども、今でも2人で手つないで歩いてるし、肩寄せ合って DVD 見てるし、なんならチューとかしてんじゃないですかね。へー。それをと比較されるのは相当旦那さんきついですね。そのストレスが今来てんのかな、うちの夫に。今多分、高橋さん結婚したくない女性ランキング、今僕らは大丈夫。超めんどくさそうみたいな。そう、めんどくさいと思いますよ。だから恋愛経験ないし、比べる相手が高橋秀樹だし。だからそれが普通だと思ってる人と一緒に言うのはちょっと無理かな、みたいな。だから夫が冷たいのかな。いやー、だからまあそれちょっとまあ どっちが原因かわからないですけど、ちょっとあの質問来てるので読みますね、すいません。はい、高橋真麻さんはフジテレビでアナウンサーをしていた時とフリーになった時、どちらが合ってましたか？私は、ニュースを読みたいという夢を叶えられていたという意味では、局にいた時のアナウンサーの方のやりがいもありましたけれども、拘束時間の短さとか自分の自由さとかで言うと、今フリーになってよかったなと思います。特にやっぱりフリーのアナウンサーって多くて大変な時代ですけど、こうやって連日お仕事させていただいているので、そういう意味では満足してます。フリーで原稿読みの仕事ってそんなに取れないものなんですか？なかなかないですね。あのフリーのアナウンサーの方で夜のニュースとかやってる方でも、うん、あのショートニュースの原稿は局アナが読んでたりします。あれ、滝川クリステルさんってフリーじゃなかったでしたっけ？滝川クリステルさんはニュースジャパンやってる時は共同テレビのアナウンサーだったんです。ああ、そういうことなんですね。あ、じゃあ基本的にはそのニュース読みってそのどっか所属してる人しかやらせないんですか？基本そういうところが多いですね。なんでですか？普通なんでしょう。やらせてもいいじゃないですか。元アナウンサーだからスキル的にはできるし。まあ、多分でも局が書いてる原稿で、局のその局の報道局が出してる原稿だから、やっぱり自社の局アナに読ませるっていう人が多いのかも、会社的に。
そういうなんかその原稿こういう感じで読んでねみたいな、そういう空気感みたいな曲ごとになんかあるんですか？うん、私そのやっぱり曲が責任持って裏取りして書いた原稿だから、それを部外の人に読ませるんじゃなくて曲穴に読ませたりするんだと思います。あのもちろんちょっと例えばニュースのリードリードって言って振り、うん、2、3行読むことはあっても、リアルな例えばスポーツニュースだったり原稿っていうのは結構局のアナウンサーが読んだり、あと例えば番組の中で何か不祥事とか不適切な発言があった時も必ず謝罪はアナウンサーがやるっていう。ああ、なんかコメントで責任に所在をはっきりしたいんじゃないのって書いてある、そういうことなんですか？あ、だと思いますね。はあ、そういうもんなんですね。うんうん、っていう意向があると思いますよ。もちろん誰かに確認したわけじゃないですけれども。はいはい、次の質問です。高橋秀樹さんとモーサーさんは、ブリーズベイホテルグループの名誉社員にチーフプロデューサーに就任されていますね。ぜひブルーズベイホテルの魅力を教えてください。すみません、はい、ブリーズベイって何ですか？ブリーズベイホテルっていうホテルグループがありまして、それのイメージキャラクターをやらせていただいてまして。親子で？はい、親子で。で、いろいろ朝食のおすすめメニューを考えたりとか、ホテルが心地よくなるようにっていうサポートをしてるんですけれども、どうでしょうね、うん、ホテルの魅力は、まあ、日本に結構たくさんあるので、便利っていうことと、朝食もなるべく充実するようにってしてるので、ぜひ、ブリーズベイホテル、ビジホ仮面さん、よかったら泊まってください。どこにあるホテルなんですか？もうね、日本に何百箇所もあるので。そんなにあるんですか？そうなんです。規模も、規模もすごく大きなホテルからビジネスホテルサイズのもいろいろあって、まあ、でも私はイメージキャラクターという感じで、はい、やらせていただいてます。昔からあります？昔から、まあ、いろいろ経営はこう変わったりとかはしてますけれども、で私は局アナ時代は宣伝ができないのでフリーランスになってから、はい、父とやってますね。あ、全然知りませんでした。ああ、いえいえいえ。はい、なんか日本だとそんなになんか家ぐらいにしかいないもんですよ。あ、日本にもお家あるんですか？一応はい、アパートがあって、そのなんか荷物をその倉庫に入れるのもめんどくさいのでアパートを借りてそこに突っ込んでるみたいな感じですけど、はい、そこのお掃除は誰がされるんですか？前は月に1回ぐらい帰ってきたので、その時に何とかしたんですけど、最近はもうなんかコロナとかで帰るのがめんどくさいので、半年に1回ぐらい帰って、うちの彼女が掃除したりしてます。そうなんですね。じゃあこの間は奥様も一緒に帰られてたんですか？あ、そうです、はい。あ、そうなんだ。ちなみに話戻しますけど、奥様と喧嘩ってどういうことでするんですか？大抵僕が怒られてるんで、なんかしょうもないことですけど、なんか連絡しないとか。あ、やっぱほうれん草が足りないとかか。まあそれはよくあるパターンですね。あと説明に言葉が足りないとか。本当にひろゆきさんも普通のご夫婦なんですね。まあ僕はあんま喋んないんですよね、家で。説明不足が多いらしいですね。そうか。それはでも毎回それで喧嘩になったり怒られて改善されつつはあるんですか？うん、いや、まあ長期的には改善してんじゃないですかね、その10年単位とかで。まあ人はいきなりコロッとは変えられないですもんね。でもちょっとずつか。高橋さんって結婚されて何年ぐらい？今4年目なんですけれども、3年間お付き合いしてから結婚したので、うん、夫とは7年目一緒にいて。はいはい。あ、そういう感じなんです。だけど私はい、今どれぐらい？7年ぐらい付き合ってて。お、長い。で結婚して、あれ結婚ん、いくつだ、あれ27ぐらいだから18か、すごい、だから10年ぐらいだってこと。まあでもその7年間付き合ってたんで、その結婚しようがしまいであんま変わんないんですよね。なんで7年も付き合って結婚しなかったんですか？そんなかかったんですか、結婚まで。なんかその結婚しようがしまいが変わらないので、結婚どうでもいい派閥だったんですよ。あら、で奥様は？で、まあ、僕がめんどくさがりなのをしてたので、そのままだったんですけど、まあ、どうでもいいので、別に結婚してもどうでもいいっていう。いや、そう、結婚したくないにこだわってるわけじゃなくて、結婚自体がどうでもいいので、うん、してもしなくてもどうでもいいという派閥に変わったっていう。おー、だったらどしてもしなくてもどうしてもいいから、じゃあ奥様がしたいっていうからしよう。まあ、そんな感じですね。いや、でも。フランスにその移住するってなった時に、ビザを取らなきゃいけなくなって、
で僕個人だとすぐ降りるんですけど、うん、彼女個人だとそんな簡単には降りなくて、うん、なので夫婦っていう形だと申請が楽っていう。おお、そういうこともあったんだ。はい、でも奥様はじゃあ良かったですね。てか良かった良かった。だって結婚したかったわけですもんね、奥様の方は。どうなんですかね。いやー、したかったと思いますよ。よく待ちましたよ、逆に7年も。すいません、はい。大切にしてください、引き続き。ありがとうございます。マサさんは女子御三家に、双葉に小学校から通われてますが、はい、行ってみてのメリット、デメリット教えてください。やっぱり入るの難しいですよね。小学校の頃に入るの難しかったとかって覚えてます、うん、覚えてないです。特に私、先ほど小学校って言いましたけれども、実は双葉幼稚園から入ってまして、うん、なので幼稚園から高校まで行ったんで。すごいですね。他の世界全く知らないですね、じゃあ。でも幼稚園の時もやっぱり幼稚園受験のための塾とかは通ってましたね。そうなんですか。覚えてます、はい、どんなことやったのか、うん、やっぱりペーパーとかあと集団で遊ぶ時に喧嘩をしないとか。でも幼稚園入る前ってその2歳とか3歳とかですよね。3歳、うん、3歳4歳ですかね。はい、3、4歳にそのなんかこうしなさいよとかって言われて学習できるんですか。あ、でもペーパーテストとかやってましたよ、やっぱり。この図を立体化するとどうなるかとか。結構難しいんですよね。文章を読んで書けるんですか。うんとね、絵を選ぶとかね。文章を読んで絵を選んだり図形を選ぶとか。いや、幼稚園からそんなことを しないといけない世界なんですか。今みんな小学校受験なんてもう特に大変で、もう小学校受験でも模試がありますので。マジっすか。みんなペーパーだけじゃなくて絵描いたり歌を歌ったりとかお稽古も通って。その高橋さんって子供の頃の一番最初の記憶って何歳ぐらいからあるんですか。私の記憶は2歳です。2歳の時に両親にカリフォルニアに連れてってもらって、うん、カリフォルニアの公園でリスを追いかけた記憶が一番古いと思います。すげえ、そんな記憶あるんだ。ひろしさんは下手すると小学校ぐらいまであんま記憶ないんですよね。なんか場面場面でチラチラと覚えてるシーンが幼稚園時代に多少あるぐらいで、うんうん、その明確に覚えてるものがほとんどなくて、うん、で小学校時代も僕はあんま覚えてないんですよね、うん、でも私も逆に小中高と結構記憶抜けてますし、局アナ時代のめちゃくちゃ忙しい時の記憶なんてほぼないですよ。でも大人になるとそのフジテレビとかで働いてると自分の働いてた記録はあるわけじゃないですか、うん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 、でそれを見るとあ自分ってこうなんだっていうのは整合性取れてます。はい、それは大丈夫ですけど、会った人とか一緒にお仕事したスタッフさんとか結構忘れちゃってること多いです。はいはい、はい、あ人の顔と名前が覚えられなくて苦労してる。そうなんです。あ、いやいや、そうなんですよ。だから、で、その、メリット、デメリットの話に戻るんですけれども、うん、私が女子校に通っていて、すごくデメリットに感じていることは、うん、やはりですね、うん、男性との距離感がつかめないということと、例えば、高いものを取らなきゃいけないときに、自分たちで取らなきゃいけないから、椅子とか台を引っ張ってきて取るし、重いものも自分で持たなきゃいけないから、なんとかして持つんですけれども、やっぱりね、共学出身者って、高いところにあるのは男性に、何々くん取ってもらっていいですかって言って取ってもらって、ああ、ありがとうございます。何々さんこれ重いから持ってもらっていいですか、ああ、ありがとうございます。ができる。はあ、共学は。そういうことなんですね。それ共学スキルなんですね。はい、うん、でやっぱ女子校は全部自分でやっちゃうし、するように頑張るし、ギリギリまで自分で努力するし、あと男性を立てるのが下手だと思う。はいはい、あ、まあ別に立ててやらせるとかっていうスキルが必要ないですないし、あとなんか自慢話とかされた時にわーすごいとかってちょっと言えないですよ。そんなことで自慢してんのみたいな感じとかにね。はい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 。でも女子校っていうか、あの女子系の学校行ってる人の方が女性の理系率高いんですよね、うん、あー、そうなんですね。結局共学になるとなんか理系は男性が行くもので、うんうんうん、みたいになんか勝手に思い込んじゃう女性が多いみたいで、なんかその女子大とかあの女子小中高とかの方が理系に行く人も割合が高くなるっていう。へえ、まあ、でもそれで女子の方がそう、小中高なんて一番いろんな価値観がこうできる時じゃないですか。だからやっぱりその時に
だいぶその将来の方向性って変わると思いますね。まあでも男性を立てるを知らない方が、まあでも知らなくても困ることあんまないですよね。でも社会に出たらやっぱり、うん、まあた、うん、飲み会の席であったり、まあ目上の方とかを立てるとかすごいなとか言わなきゃいけないシーンってありますからね。でもなんかやんなくてもなんとかなっちゃいません、今の時代。なんか昔はきつかったかもしれないけど、うん、今はねだいぶもうそれこそ飲み会自体もねないですね、今会社とか。今だからなんか女性が酌するみたいなのを強制してる例はあんま見たことないですよね。なんか自発的に女性がやってるシーンは見るんですけど、気を利かせて、ただなんか女性がやるものだろう的な指図っていうのをあんまり見た記憶がなくて。いや、昨今はジェンダーレスで本当にそういうのなくなってきてると思いますし、合コンで女性がサラダを取り分けなきゃいけない時代は終わったなと思います。はいはいはい、それはありがたい、ね、サラダ取り分け男性の方が割とやるイメージありますね、僕の周りだと。そうなんですか。なんか器用なんかね、そのフォークとなんかほらでかいスプーンとでかいフォークじゃないですか、はいはいはい、あれを片手で持ってこう分けるっていうのを、うん、あの割とやる友達がいて、で多分手の大きさだと思うんですけど、で割と僕の周りでそういうタイプの人が多いので。すごい、それはフランスのお友達ですか、日本で、うん、なんかジェントルな方というか豆な方が多いんですね。いや、まあ多分自分で食いたいものを自分で取ってるって人もあると思うんですけどそっちのパターンですね、うん、そうか。いやだから今の時代の方が人と人のつながりはちょっと薄れちゃってるかもしれないけれども、なんかそういう男女の差とか、うん、あの上司とのめんどくさい付き合いとか人間関係はだいぶ減って楽なんじゃないかなと思います。まあでもそのテレビ局でアナウンサーっていうなんかすごい縦社会観の中ではどうなんですか。でも女子大に行ってるとやっぱりその女子の中の派閥争いみたいなの得意になるんですか。うちの学校はそんなにあんまりマウントする女子とかなんか派閥とかもなくて、まあ、たまにちょっと性格悪い子がテスト前とかに私全然勉強してないって言ってて満点取るみたいな子はたまにいましたけれども、でフジテレビのアナウンサーもアナウンサー室すごく仲が良くて、で、まあ、もちろんねあの個人的に合わない子とかそれが合わないという意味でねっていうような人とかはいましたけど、私がじゃなくてあの二人仲悪いよねみたいな雰囲気の人も中にはいたけれども、そうして仲良かったですね。あとそのフジテレビのアナウンサーの中でもみんないわゆる王道でこうなんていうのかな、綺麗可愛いで売ってるアナウンサーが多い中で、私一人3枚目だったので、あんまりそのライバル視されたりマウント取られたりしないっていう。いいポジションを取ってたんですね。そう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 、あのちょっと唯一無二のオリジナリティあふれるキャラクターでやっておりましたので。だからその共学だと男性を立てるのを覚えるみたいなのあるように、うん、その女子大に行ってたらこれできるけど、あ共学の人これできないんだみたいなのってありました。逆にないですね、やっぱり共学の子、共学の子いいなと思う。だからそれぞれの良さで言うと、やっぱりその女子校出身者は自分の力で何とかしようっていう気持ちがすごく強いかもしれないですね。なんかその女子校とかその女子ばっかりのところにいるから、その女子のなんか序列とか空気感とかは女子大出身の方が読むのが早いとか。ああ、たまたまでも私が恵まれていて、あんまりその女子のマウントを取るような同級生とかがいなかったから良かったと思うんですけど、学校とか学年によってはすごいマウントを取る女子とかもいるでしょうからね。おお。今のところ私そのアナウンス室でもさ、反りの合わない上司とかね、ちょっとなんか私への当たりがきつい上司とかっていう人間関係で悩んだことありましたけれども、アナウンス室でもすごく同僚は良くしてくれましたし、それから今娘が生まれて周りにママ友とかいるんですけれども、みんないい人たちばっかりで、なんかね友達にすごく恵まれてます。嫌な思いしたことない。それで嫌なやつと仲良くしないようにしてるんですか、うん、なんか一定の割合で嫌なやつって社会には必ずいるじゃないですか。はいはいはい。ああ、多分でも消えてくじゃないですかね。幸運なことに嫌なやつはあんまり私の周りには寄ってこないとか、
あと一緒にいても波長が多分合わないから向こうから去っていくんだと思います。私多分なんかいじめるようなこと言われてもあんまり気にしないから、なんか響かないのかもしれないですね、向こうが。ああ、まあそれか割ときついことを言うから人が去っていくとかですか。え、私が？いや、なんかほら、そのなんかある程度そのさ自分から去っていかない嫌なやつっているじゃないですか。ああ、そうなんだ。今のところいない。一定の割合で必ず嫌なやつがいるから。うん。まあ、単に気づいてないだけのパターンもあるかもしれない。あ、そうかも。私気づかないんですよ。嘘とか疲れてても。はい、ああ。だから、でもまあ、はいはい、あの、恵まれてんなと思います。うん。お父様の高橋英樹さんには厳しく育てられましたか？何か自身のお子様にも伝えている親の教え的なものありますでしょうか？完璧なお父さんになれば難しいですよね。うちの両親はなかなか子宝に恵まれずに、私がようやく子供を私を授かったとき、すごく喜んだんですけれども、両親が私が生まれたときに、両親同士で、この子は高橋英樹の娘ということで、ちやほやされる可能性があるから、両親はしっかりしつけようねって決めたんですって。だから、割と、よく、こう、ね、親が高橋英樹だと、なんか、怒られたことないんでしょうとか、なんか、どんな楽しくてハッピーな幼少期を送ってきたのとか、親に買ってもらった一番高いものはとか、2世だからもう、すごい贅沢してきたんでしょとか言われるんですけれども、結構ちゃんとしてました。ほう、その、例えば、お菓子食べたいとか、で、なんか、これ買ってとかっていうと、どうなるんですか、うんっていうのも、ちゃんとこの間買ったからダメよとか、じゃあ一袋までねとか、お金とかもちゃんと何に使うかって説明しないとお小遣いもらえなかったですし、別にお小遣いの額も小学校月500円とか。はいはい。で、あと高校生ぐらいになって、じゃあディズニーランド行くからお金ちょうだいって言うと、例えば1万円もらったら、封筒に裏に何に使ったか、ディズニーで。入場料いくら、ご飯いくら、お土産いくらって書いて、レシートと お釣りを返すみたいな感じです。もう経費精算みたいなことしてた。そう。てか、お釣り返してたんですか？返しました、返しました。返した方が良くないですか？なんか、あんまりそういう感覚なかったんですよね。だって、なんかほら、2000円余るんだったら、じゃあ、これお土産で買っといて、もっと減らそうとか。今考えればそうすればよかったんですけど、割とその厳しく何でもホイホイ買ってくれない家だったので、返すのが当たり前でしたね。はあ、それなんか下手に使うと怒られるとかあったんですか？うん、とか、あと別になんか、そうですね。そんな、今言われるまでそんな発想なかったです。だって、ディズニーランドで確か入場料が5000円とかで。うん、今もっと高いですけどね。で、ご飯とか食べると、なんか2000円とかするじゃないですか。うん。で、なんか交通費とか考えると、なんか、そのなんか耳とか買ったら、あとお土産買うお金もなさそうな。だから、その余ったお金を返すって感じで。へぇー。そこ、だから、例えば友達がお土産を買った時のレシートをもらって、そんな今言われるまで発想なかったですよ、そんな。え、マジっすか。すごい、さすがだな。いや、多分周りのやっぱ学校の子も多分まともなんだろうなと思って、僕その北区赤羽っていうちょっとやんちゃな人が多いってことだったんで、割と犯罪成功高いんですよ。いやいや、ちょっと悪知恵が、でもいい意味で、いや、将来のビジネスにはそっちの方が活かせますよ。子供の時からそんな知識がある方がすごい。その僕の育った団地が結構特殊な地域だったんで、大人になってからあそこの友達の両親離婚してたとかをよく聞くようになったんですよね。で、それが仲悪いから離婚してるのではなく、うん、書類上離婚をすると、うん、一人親家庭になるので生活保護もらいやすいとか、その団地家賃が下がるとか、そういう理由で離婚してて、なので夫婦一緒にいるし家族仲良くしてるんですよ。ただ書類上は離婚してるのと元彼氏ということになっていたみたいなのが、うん、割と当たり前な地域だったんで、いや、生きるための知恵ですね。は、勉強になりました。うん、はい、すみません。いや、そう。それでだから、うん、で、そういううちの親の教育もありましたけれども、私は一応結婚して嫁いだ身なので、うん、あんまりその高橋家のルールを今の自分の家庭に持ち込むのは良くないと思ってるので、割と夫と二人での子育ての方針にしてます。
で、それで言うと夫と2人ではなるべく子供の前では喧嘩をしないようにしようとか、子供にお互いの悪口を言わないようにしようとかっていうことぐらいですね。ああ、でもじゃあやっぱりなちょっと厳しめに育てていく感じではあるんですか。そうですね、そのやっぱり何でも欲しいものを買ったりとかってはもちろんしないですし、うん、あの割と、まあ夫も普通の人ですか、普通の会社員ですから、いわゆる普通の育て方をすると思います。そういうもんなんですね、うん、なんかあの芸能人の子供っぽくないです。だから今すでにうちの娘は、あもう普通の家庭の普通の子供みたいな、はい、あのもうお洋服も西松屋さんの可愛いいちごの柄の服とか着てます。それでたまに友達とかと会いに行くと、周りのお子さんはハイブランドの服とか着てるのに、はいはいはい、うちの子供だけいちご柄みたいな。それはなんかその親のファッションセンスの問題として受け取られてる。それはそうですけど、あんまりそんなね2歳の子供に何万円もする服とかっていうのはもうやっぱりもったいないなと思うし、親のエゴっていうか自己満足って思ったので。確かにね、本人が望んできてるわけでもないですからね。そう。来年は隅田川花火大会復活、テレ東テレビ中継で MC 高橋岡だと良いですね。まあどうなんでしょう。あの一応隅田川花火大会、今年ですね、来年か、今年は隅田川花火大会はあのコロナの関係で、うん、あの、はいはい、やらないんですよ。はいはい。来年もし復活すればそうですね。あの父がずっともう20年近くかな、あの司会をやってまして、はい、で私もフリーになって3年目くらいまでは中継リポーターをやってたんですけれども、その後はちょっとコロナとかで、あの 花火大会自体が中止になっちゃってるので、まあ、密になったりしますからね、難しいですよね、うん、そうで、そのね、なんか3年、うん、初めて中継リポーターをやった年にゲリラ豪雨で花火大会が中止になっちゃったんですよ。うん、そんなことあるんですか、豪雨で中止って。あったんです。そうなんです、信じられないぐらい雨と雷で、で開催自体がやっぱり危なくて、川の周りですから川が氾濫したりとか何かあったらっていうので、でそのなんかただ豪雨の中で私がこうすごい明るく中継したのが面白かったって言ってくださった方が多くて、うん、だって花火はもう中継してないわけだから、何を中継してたんですか高橋さん。いや、その時はまだかろうじて私上がってる時なんですけど、すごい雨に打たれて、雨風でびちゃびちゃになりながら花火大会でも楽しみましょうとかってやってる絵面が面白かったらしいです。ゲリラ豪雨で花火どころじゃねえだろってみんなお茶の間で見てるのに、びしょびしょ高橋さんがなんか楽しそうにしてるっていう。それはなんかちょっと芸人っぽいですね。そうなんです、あの私アナウンサー時代からしょっちゅう芸人さんに突っ込まれて、割と当たりのきついこうなんですか、突っ込みされたりとか、泥に落ちたり水に落ちたり、バックドロップかけられたり、熱湯かけられたり、パイ投げされたりっていうことをアナウンサー時代よくやっていて、でそれがなんか普通のアナウンサーがされると結構視聴者の方がかわいそうとか、なんかアナウンサーなのにひどいみたいになるんですけど、なぜか私は面白いって受け止められてて、でそのだっておそのひどいことされてかわいそうな女の人という絵面は一緒じゃないですか。そうなんですけど、なんかかわいそうに見えなくてみんな笑うんですよね。あ、でもそれでよかったんですよ、結果。そのキャラクターの延長に。そのやっぱなんかアナウンス その原稿を読みに行ってるのに、なんでパイ投げられてるんだろうみたいなことにならないんですか。まあでもアナウンサーのニュースを読むっていう自分のやりたい書くの仕事がありつつ、そういうドバラエティに振り切れてるっていうのも、うん、あのフジテレビのアナウンサーの良さだと思ってたので、で特にそこまでそのコテンパンにやられるのも当時私しかいなかったので、それ逆だから他の人はそこまでやられないんだ、おかしいぞってことにならないんですか。まあそうですけど、でも当時は皆さんそれを私のコンテンツを楽しんでくださってたので、私もまあやりがいを感じてました。だからなんか毎年お正月になると女子アナが晴れ着を着て、あのいろんな神社とか、まあ、ヘリコプターとかお正月の名所から中継するんですけれども、うん、みんなが晴れ着で中継してる中、私だけその年の干支の全身着ぐるみで顔出しもなしであの中継したりとか
顔出ないんだったら別にもう着ぐるみ高橋さんじゃなくていいじゃないですか。そうなんですよね。ここに高橋真麻っていうあの名札だけ貼って顔出てない、その時 うさぎ年だったんですけど、うさぎの被り物して、それだってなんか AD でいいじゃないですか。そうそうそう、でもまあそれを私がやるっていうのが受けてたんですよね。そう、なんか おかしいな、何か周りとちょっと扱い違うよなっていうのは分かるじゃないですか。それは分かります、分かります。でも自分がその線で、まあ、もともと入社した時はブサイクだとかコネだとか言われて、あんまり仕事もなくて売れなかったのに、頑張ってたらそのニュース読みは結構うまいねとか、その一方で体張ってて面白いねって言われるようになって、すごく仕事がしやすい時期だったので、あの全然良かったですね。なんかその人としてそのなんかいじられるのが嫌とかっていうよりは、あ、美味しいっていう割と芸人側の感覚なんですか。あのたまたま当時好きだった人が、うん、あのそういう面白いことやってるマーサがいいみたいなこと言ってくれてた人だったので、それでモチベーションも頑張れるっていう感じでしたね。あの人に喜んでもらえるなら頑張ります。そうそうそう、すごい騙されやすそう。そう、いやだから私ここまで多分騙されたことにも気づかないんですよ。はい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 、はい、だから自分の中で署名捺印だけはしないって決めてて。あ、そうですね、騙されたことすら気づかないから。そう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 、だけど今のところ署名捺印だけしないで、特に大きく騙されたって実感がないので、はあ、大丈夫なような気がしてます。じゃあ署名捺印したのはもう結婚の届け出ぐらい。そうですね、それが騙されてなければいいんですけど大丈夫かな。夫がね最近私への当たりが強いから、本当にこの人私のこと好きなのかなとかちょっと思うことがあるんですよね。は、いや、まあそこはあのお二人で決めていただいて。はい、有吉さんとの番組誰得が大好きでした。番組内でもたびたびいじられてましたが、うん、当時マサさんのバストがいいから H になった伝説は一体どういう原理だったのでしょうか。ご自身の大食いと関係あったのでしょうか。ああ、そうですね、バストがいいから H、 もともとなんでおっぱいの話するのかって感じなんですけど、別におっぱいはそこそこありまして、ほいほい、で激痩せすればそれは胸も落ちるし、でたくさん食べて太ると胸も大きくなるっていう感じ で、私結構体重の増減が激しいので、あ、じゃあ季節によって結構変わるんですか。そう、1週間で5キロ1年太る時もあれば、もうなんかネットとかですごい叩かれちゃうと、もう1日でげっそりみたいな。今ちょっと、ね、1週間で5キロってだいぶ増えてますよね。増えます増えます。お、大丈夫ですか、なんか後ろガチャガチャガチャ。あ、そうですか。そうそう、だからそれで変わりますけど、でもなんかやっぱりね、あの H カップの時はこの二の腕とか背中のお肉ってバカだから、こうやっておっぱいだよおっぱいだよって言ったらおっぱいになるって聞いて、はい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 、本当にマッサージとかしてたら大きくなりましたよ。あ、じゃあちゃんと寄せてみたいな。へえ、だから今は、あ、でもね、そのもともと、まあ、変な話大きいですね、おっぱい。あ、じゃあサイズはよく変わりますよと。ただあのおっぱいだけじゃなくて服のサイズもしょっちゅう変わるので、この間まで痩せてたのに今日スタイリストさんが洋服全部入らないどうしようとかもあります。え、それめんどくさくないですか、服いちいちサイズ変わるの。だから私一時期はズボンとか同じズボンの9号と11号とか両方持ってたりしました。え、それってその毎回食う量が多いんですか。でいきなり食わなくなったりするんですか。そうそうです。調子いいとめちゃくちゃ食べて、調子悪いと全然食べなくなったりとかするのと、あと辛労で、もうそれ本当にネットとかで叩かれると一晩で痩せます。あのマリー・アントワネットが一晩で全部白髪になったとか言うじゃないですか、あのレベルで別人になっちゃいます。へえ、すごいっすね。うん、じゃあでもポテンシャルとしてはじゃあ大食いなんですね。そうですね、結構食べます。食べるの好きで、局アナになれなかったら外食産業か食品メーカーに就職しようと思ってました。ご飯いっぱい食べれるから。そうだし、食に興味があるからそれを仕事にしたいと思ってました。じゃあ料理とかも好きなんですか。うん、料理も好きだし、そう、今は子供がいるのであんまり外食できないですけど、レストランに行くのも好きだし、そのメニューを見てこういう食材と食材の組み合わせがあるんだとか、あ、こういうなんか
あのメニューがあるんだなとかっていうのを見るの好きです。でいっぱい食べちゃうと。そう、興味があるんですよ、どういう味なのかなとか。まあでも大体食べ物の味って想像を超えることってそんななくないですか。ありますよ、あります。あとね、美味しいといっぱい食べたくなっちゃうんですよ。はいはいはい。でおかわり癖があって、美味しいと思ったものをおかわりしてると他のものも食べたいからって言って、同じものをおかわりで食うんですか。はあ、トータル総量が増えちゃうっていう。じゃあそのちょっとずついろんなものを食べたいというわけじゃなく、美味しいものをがっつりバンバン食って、うん、でも他のも食いたいっていう、うん、で食い地が張ってるので、もうバイキングとかに行っちゃうと、ね、もうあれも食べたい、これも全部食べたいし、美味しかったやつはもうめちゃくちゃ食べたくなっちゃって、いっぱい食べていつも具合悪くなっちゃうので、なるべくバイキングは行かないようにしてるんです。そういう自制を働かせるようになるんですね。いや、まあ、行ったら食べちゃって、で行ったら具合悪くなるの分かってるから、最近も友達にバイキング行こうって誘われたんですけど断りました。でもホテルの朝食とかって結構ビュッフェ形式とかって多くないですか。そうなんですよ。だからね、あれが本当に私もう行った瞬間わーってなるんですけど、でわーっていっぱい食べて後で具合悪くなるんですよ。とか昼ご飯食べられないとか。まあまあ、僕も一通りどんな味か興味を持って食べてしまうタイプなので気持ちは分かります、うん、何がお好きなんですか、食べ物。でも家だと僕パスタとかばっかり作ってますね。うーん、麺類が好きなんで。ああそうなんですね。でもフランスなんてラーメンとかめちゃくちゃ高いし、あと美味しいラーメンあります。ないですね。なので食わないですね、こっちで。あ、食べないんだ、はい、じゃあパスタになるってことか、はい、割といろんなパスタを食べてます。なんかでもパスタでイタリアのやつとかで、その茹で上がるまで13分以上かかるパスタって外れがほぼなくて、普通のパスタって、まあ、あの8分9分とかで、あの、はい、まあ、茹でられるようになってるんですけど、ああいうのってその強制的にドライヤーみたいなので乾燥させてるんですよね、うん、でその長時間かけて乾燥させた昔ながらの作り方をしてやって、だいたいその長めなんですよ、その、あの茹で上がるまでの時間が。でそのタイプってコシが強いままで結構美味しく食べれるので、でこっちだとパスタ安いので、こう通販でイタリアとかのなんかマニアックなやつを買って茹でて食べてみたいな、はいはい、そんな感じの、ソースはどうしてるんですか。ソース僕はあのバレラっていうごく普通のパスタ屋のソースのがのやつが割と味が好きで、それを主に。あ、でも今のお話伺うと確かに日本でもうどんは茹で時間が長いうどんの方がコシが強くて美味しいですね。そうなんですね。こういうことなんだ。ただうどんの場合は結局そのなかなか流通があるので、実は冷凍のうどんが一番美味しいっていう説ありますよね。あ、もう冷凍うどんは本当助かります。安くて美味しいし、はい、そうなんだ。あ、はい、まあ、質問の方たちすごいですね。500円とか払って質問してくださってるんですよね、うん、そうですね、はい、すごいね、本当ありがとうございますたちね。フジテレビのアナウンサーはきらびやかな印象ですが、やはりマサさんも含めブイブイ言わせてるイメージ通りの華やかな世界なんでしょうか。一応やっぱりみんな会社員なので電車通勤だし、仕事量の割にはいくら、まあ、当時ね、あの普通の OL さんよりお給料がいいと言われても、年末年始の忙しい時なんかは時給換算したら本当にピザ屋さんと変わらないとかね、いう感じでしたね、はいはいはい、であの例えばストーカーされるリスクもあったりとか、あの、あっても誰も守ってくれないし、全部自分で管理して、でロケとかに行ってもマネージャーさんはいないし、スケジュール管理して普通に勤務表も入力してタクシーの精算もしたり、出張報告書いたり、あと仕事がない時はお茶組みしたり、なんか整理したり DVD 破棄したりとかっていう作業あって、結構地味でしたね。だ、会社員なのに芸能人としてのなんか立ち振りが求められるって相当きついですよね、うんうん、大変だからね、本当になんかみんなこうアナウンサーは華やかでしょとかって言われがちなんですけど、結構みんなけなげに頑張ってるので、応援してあげてほしいなと思います、視聴者の方には。ただやっぱりアナウンサーっていう肩書きがこう好きなね男性がいたりとか、こう美味しい会食に呼ばれたりとかっていう機会は普通の人より多いのかもしれないですね。
そんな会食に行く暇もないですよね。うん、最近はただ働き方改革で、その今まで私が在局してた時って人気のアナウンサーにばっかり仕事が行ってしまって、すごくこうバラバラだったりとか、うん、だったのが、最近は働き方改革でみんなが均等に、しかも1日8時間をなるべく守りましょうっていう風に変わってきてるので、結構みんなプライベートの時間もちゃんと充実してるみたいです。なんですけど、その中で今コロナになっちゃって、みんなご飯も食べに行けない、遊びにも行けないになってるから、そっか、まあ、時間があっても、はい、食事行けないとすると、そうメリットが、そう、だから後輩ご飯に誘っても、すいません今コロナ拡大中なんで行けませんみたいなのは多い。まあ確かにアナウンサーがその夜飲んでましたみたいなニュースに垂れるとめんどくさいですもんね。そうなんです。一時期コロナの走りの時にやっぱり芸能人狩りが多くってそのコロナ禍なのに夕食食べてたとか遊びに行ってたみたいなのが写真集で結構ね皆さん出てて、だから怖くて出かけられないっていう出役さん多かったと思いますよ。確かアナウンサーイメージ重要ですもんね。あとまあ局を背負ってますからね。芸能人だとそのレストランの人呼んで家でケータリングとかやってたりしたんですけど、会社員だとそんなお金もないじゃないですか。ないですよ。いや、よくなんかね、フジテレビ給料いいとか言われがちですけど、そんな皆さんが思ってたり、よく雑誌に出てるほどはもらってないですね。だから芸能人だとなんか家に寿司屋呼びましたみたいなそういう逃げ道があるけど、とか本当アナウンサーの人大変だよなと思っちゃう。そうだからね、けなげに頑張ってるから皆さん応援してあげてください。TKO 沖本さんが投資で典型的なポンジスキームに近かったと推測されるんですが、やっぱりみんな楽して稼ぎたいというアホみたいな思考の芸能人が多いんですかね。まあ、でも芸能人ってしょうもない詐欺にはまること結構ありますよね。うんうん、まあいろんな人が寄ってくるっていうのがまず大事でしょうね。はいはい。うん、でさらにやっぱり芸能界って浮き沈みが激しいし、安定給料じゃないわけですよね。そうすると何か儲け話があった時についついそれがもしうまくいくならって思ってしまう気持ちはわからないでもない。確かに会社員みたいにずっと同じ仕事ができるわけじゃなくて、多分ここ5年10年で下がるなと思ったら、今のうちに何か安定したものに投資したいみたいな、はい、うん、そうで、会社員と違って福利厚生もないですし、それから銀行とかのローンもなかなか通らないですし、一番あと、もう芸能人って本当に割りが合わないなと思うのは、やっぱり本人が病気してしまったり、何か不祥事があった瞬間、明日から働けない。そうしたら収入がゼロになるわけじゃないですか。で、みんな自分がその日、その現場に行かないと1円にもならないっていうことを分かってるから、やっぱりちょっとでも安定したいとかって思うんじゃないですかね。それでしょうもないのに引っかかりやすいですね。まあまあ、そうですね。まあ自己責任ですけどね。あとはやっぱり本当いろんな人が寄ってくるから、その中でそのもういい悪いを判断するのも難しいでしょうし。あ、でもそうすると、じゃあ反抗さない、サインしないっていう高橋さんも大正解ですね。そうですね。そうそう。あと例えばちょっとなんか自分で株買うとかぐらいだったら自己責任だし、大損もしなければ、はい、大きく儲けることもないって感じですよね。まあ株自分で買えば、まあ勉強にもなるし、別に他人に任せないで自分でやればいいじゃんって話。そうそうそう。いやでもね、芸能界にいるといろんな人の話を聞くわけじゃないですか。その芸能界、芸能人同士じゃなくてね、例えばビットコインを投資 0. 何円で勝てた人たちが送り人になったっていう話とか、これに投資したらいきなり爆上がりしたとか、起業したら即オプションで何億手に入れたみたいな人を聞くと、ああ羨ましいな、自分は今日ロケやっていくら、今日お笑いやっていくらっていう生活をみんなしてるわけじゃないですか。そうしたら、そんないきなり送り人とか、はいはい、莫大なお金もらえるっていいなって思っちゃいますね。まあ確かにそういう話来ちゃいますよね。羨ましいと思う。いや、私自身もだから、その自分が働かないとお金にならないっていうのは一番効率悪いから、自分の作ったサービスとかプロダクトとかが勝手に回ってお金になるっていうのが一番いいんだろうなと思います、経営者とかね。あ、そういうのやろうとは思わないんですか。私はもうノーアイディアなので、そういうビジネスセンスは全くないので
あればいいなと思うけど自分ができないっていう、ちゃんとそこをわきまえてるんですね。そうなんです。でも周り見てるとやっぱ経営者の方たちすごいなと思って、あの知り合いとかにもやっぱりベンチャーからそれこそね、うん、上場した友達とかもたくさんいますし、そういう人たちのフェイスブックとか見てると、なんか自分の障害年収ではできない生活してる友達とかいるわけですよ。羨ましいなとか思います。マサさんはゴシップ好きと言ってましたが、おすすめのゴシップありますか？やっぱりガーシーですかねって。最近でも本当に、ガーシーチャンネルは私ちゃんと見たことなくて、でも何をガーシーさんが言ってるかっていうのはネット記事では見てました。で、見た友達によると、やっぱりガーシーさんの喋り方が上手とか、煽り方がうまいっていう話は聞いてたんですけれども、でも、ガーシーさんのネタをテレビですることもほとんどないので、だからあんまり見ずに何をお話ししたかっていうのだけはネット記事で見てましたけど、ひろゆきさんはご覧になってました？いや、僕だから見たことないんですよね。芸能興味ないので、まあ、多分暇な時に1回ぐらい見るだろうなと思ったら、もう気がついたらなくなっちゃってて。ああ、そうですよね、今ね。結局知らないまま終わっちゃったんですよね、僕の中でガーシー君。そうそう。でも私が見とけばよかったなと思うのは、その本当に話し方が上手とか、見てて飽きないっていうと見た人の感想があったので、やっぱりほら表現者でお話の起承転結の作り方とか、どこをどう誇張して話すのかとかっていうのは、あ、見とけばよかったなって思います。なくなってから見とけばよかったって僕も思ってた。そうそうそう、なんかみんなが話題にするそれなりの価値がきっとあるんだろうっていう、うんうんうん、そうそう。なんか私はあと最近ゴシップ、自分でなんかね、ゴシップのネタをどっかから入手するってことはないので、ただね、週刊誌ネタを読んで、そうなのなんて言ってるだけなんですけれども、そう、でも最近はそれこそそうやって、せっかくなんかゴシップネタがあってもテレビで取り上げないから盛り上がんなくてつまんないなと思ってます。それは決してネガティブなニュースだけじゃなくて、ハッピーなニュースですよ。交際報道出たとかでも、もっと盛り上がればいいのに、もっと番組地上波でやればいいのにと思うんだけど、例えば事務所のね、関係とか、なんか素敵な女優さんと俳優さんが付き合って、もっとニュースでやればいいのにと思うんだけど、それぞれの会事務所とかスポンサーさんが、それを良しとしないとニュースにならなかったりしますからね。でもなんか、付き合いましたって堂々という人って確かに減ったというか、あんま見ないですよね。そうなんですよね。だからハッピーなことだったら別にね、いいのになんて思っちゃいますけど。まあ、別れたときめんどくさいっていうのがあるのかもしれないですけどね。まあ、確かにね。そうか。マサさん、頬が増えて安だと思うんですが、激辛を食べ過ぎたからですか？どうなんでしょう。私ね、最近すごい頬が、もともと、さっき太ったり激しいって話したじゃないですか。うん、それでも、うん、手足が細くて、はいはい、で、なんていうんですか、ここにしか、お腹と胸にしか肉がつかなくて。はあ、だから。じゃあ表面上分かりづらいですね。分かんないんですよ。もうまさに、マシュマロに爪楊枝で手足を刺したみたいな体験してるんですよ。マシュマロ自体はちょっと膨らんだり縮んだりしてる。そうそうそう。だからね、で、特に最近、まあ、年齢のせいなのかな、頬がこけて、皆さんからね、心配されるんですよ。今日も皆さんコメントでね、私の頬がこけすぎてるとか、頬骨が見えてて、大丈夫ですかみたいなのが来てて、なんか心配していただいて申し訳ないなって。でも、いたって健康で。忙しいってのもあるんですか？あ、そうなんです。いや、全然健康にやらせていただいております。僕、夏、大体体重減るんですよね。おお、そうなんですか。暑いと食欲がなくなって、で、冬寒くなると飯を食うようになるっていうので。あれ、お酒は飲まれますか？僕は、日本にいるときは大体飲んでますね。なんで、そちらは飲まないんですか？僕一人だと基本酒飲む習慣がなくて、誰かと飲むのが好きなんですよ。あ、そうなんですね。うん、じゃあお酒の失敗談とかは？だからすげえありますよ。人と一緒に飲むときはめちゃめちゃ飲むんで。急性アルコール中毒とかで救急車2回ぐらい乗ってます。それは大変。しかもいろんな人に迷惑かけてるパターンですね、はい、じゃあ。だから高校生の時とか乗って気がついたら病院だったみたいな。高校生はダメでしょ、飲んじゃ。そうなんだ。うちがその私服の高校だったんで、そのまま飲み屋に行っても分かんないっていう、はい、そういう高校だったんですよね。まあでも今とね違いますからね。当時はちょっと緩いところも、はい、居酒屋さんとかも多かったですもんね。今なんか結構厳しいらしいですね。いやー、もうすごい。それこそ未成年にお酒を提供したお店の方が責められますからね。へえ。いやでもなんか九州とかって普通に10代とかでも飲むじゃないですか。
そうなんですかね。だからなんか地方だと結構飲むのに、なんか都会だけそんな妙なルール作ってもしょうがねえんじゃねえかなと思うんですけどね。まあの飲む人はどうやったってルール作ってもかいくぐってね、はい、守らないですからね、どこでも。まあね、以前に比べて憧れのアナウンサーさん全体の収入が減ってきたとお聞きしてますが、いかがでしょうか、うん、アナウンサーって収入減ってるんですか？あ、テレビ自体がやっぱり今業界がちょっとなんか景気よくはないので、例えばそのテレビ局の、なんて業界全体の景気が悪いと、それは制作費も減るし、出演料も減るし、経費も削減されるしって言って、やっぱ減ってきますよね。そうって、でもフリーになった時って、その値段の交渉とかって高橋さんご自身でやられるんですか？いや、私は所属事務所にお任せしてるので、私はノータッチですね。なんかそのマネージャーさんがだんだん値段を上げてったりとか、もうなんか安くやるからちょっと仕事入れてくださいとかって、もうマネージャー勝手に決めてるんですか？まあお互い制作と話し合ってると思いますけど、なかなか上げるのは難しいと思います。今もう制作費がないからって下がることはあっても、単価が上がるっていうのはすごく難しいと思います。だから例えばフワちゃんみたいにもう超バズっていきなりガーンと人気出たとかだったら結構高値で言ってもオファーがあるんでしょうけど、今は結構皆さん大変じゃないかな。だからテレビでの収入はやっぱり限られちゃうから YouTube とかやられてるんだと思いますよ。芸人さんとかアナウンサーに限らず。はいはい、まあ、確かに、うん。木梨憲武さんに女子アナ時代パイオブをつけられたり、缶の蓋で裂かれてしていましたが、どんな気持ちでしたか？まあ、でも殴られたらいてムカつくとかならないんですか？ないないない、だってもうコンテンツで私のことをそうやって、なんていうんですか、いじって面白くしてくださってありがとうございますって感謝の気持ちしかなかったです。で他のアナウンサーの人とかは感謝しないじゃないですか、きっと。いやいやいや、されてる人がいなかったから分かんないですけど、でも普通だったら美味しいなとかありがたいなと思うんじゃないですかね。あ、だからその美味しいな、ありがたいなって完全に芸人さんの考え方で、会社員の考え方じゃない気がするんですよね。そうですね。会社員、まあ半分芸人さんっぽかったですね、会社員っていうよりか。だから半分アナウンサー、半分芸人っぽい感じでやってました、当時は。お金持ちに生まれたので男や友人にたかられたことはありますか？私高校生の時に好きな男の子がいて、うん、で、うん、そうしたらなんか、まあ、恋愛ベタだからなんか、まあ、でも相手に好きって気持ちは伝わってるんですよ、うんうん、でそしたら彼から回転寿司をおごってくれたらデートしてあげてもいいよって言われてあ、もう上からなんだで、じゃあ分かったって言って、回転寿司しかも行ったら、彼が二人男友達を連れてきてて。すげえ。それでおごらされたことありましたね。もう完全にそれ、貢がされてるじゃないですか。そうですね。まあそれ一回だけですよ。でも、そのなんか4人で飯食うわけですよね。男3人と。で、明らかに。で、私、来たら3人連れてこられて、ってなって、しょうがないから私、女友達1人呼んで、5人で回転寿司、忘れもしないですよ、センター街の回転寿司行ったんですよ。で、そうしたら、回転寿司めちゃくちゃ混んでて、並んでて、で、3人席と2人席にバラバラに座らされて、2人女子と男3人でバラバラで食べて、お会計だけ私が払うっていう。全員分？そう。でもまあ、じゃあ男3人は友達同士で回転寿司食べれてよかったねってことですよね。そうただね、確か6800円ぐらいだった気がします。5人で。そんな高くなかったんですね。まあ、1人10皿ちょい。はあ、それ理不尽だなとは思わなかったんですか？って思ったし、ひどいって思ったけど、それで終わりですね。あ、やっぱ騙されやすいですね。気をつけた方がいいです。そうですね、気をつけます。小さい時にめちゃめちゃ太ってた写真をテレビに見ましたが、めちゃくちゃ食べてたんですか？はい、そうです。あ、もう子供の頃からいっぱい食べてた。私は肥満児でして、小学校の時にもう脂肪肝で。あ、すごいですね。そう、小学5年生ちょっと待って、そのなんか親が厳しいとか、親ちゃんとしてるって話だったのに、子供脂肪肝ってちょっとおかしくないですか？あのですね、うちの親は物はそんなに買い与えなかったし、厳しかったんですけれども、なぜかたくさん食べると、わーたくさん食べて偉いねとか、マーサちゃんよく食べたねとか言ってくれてて、
で、はいはいはい、なんか、ほんとヘンゼルとグレーテルの魔女みたいに、多分子供がたくさん食べる姿見るのは楽しいっていうか、嬉しかったらしくって、で、小さい時にすごくたくさん食べる習慣がついちゃったので、はいはい、で、もともと食い地も張ってたしで、どん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 太っていって、で、まあ、一人っ子だったので、で、両親共働きでいないから、家に帰って、例えば今日のおやつって、ケーキがワンホール置いてあったら無限に食べていいわけですよ。ああ、もうワンホール丸ごと食っちゃうみたいな。とか、あと、まあ、お中元お歳暮で信じられないぐらいいろんなものが届いて、それ全部一人で。必ず美味しい食べ物があるんですね。一人で全部食べちゃっててっていうので、どん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 太っていって、で、中学3年生の時に75キロになったんですよ。で、ウエスト95センチで、父親のズボンが入らないぐらい。お、すごいっすね。え、なんかその痩せた方がいいなみたいな感覚はなかったんですか？女子校だったのであんまりなんか太ってるとか痩せてるとかに敏感じゃなかったんですよね。いやでも別に女子校とは関係なく一般的にサイズがとかあるじゃないですか。いや全然それでだから小学校の時のあの写真を見返すと全部あのよくホテルとかのアーケード街に売ってるマダムのニットとか着てるんですよ。はあ、子供服が入らないから。そういうの入らないんだ。で、中学2年生の時にチビティが流行って、はい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 、で、チビティ流行ってるけど、私そもそも T シャツが全部チビティじゃんってことに気づいて。着る T シャツ全部チビティになってるぞと。で、周り見て、あれ私人より太ってるんだ。え、芸能人の雑誌とかテレビ見たらみんな細い。え、私ってデブなんだってそこぐらいで初めて気づいて。え、気づいてなかったんですか？気づいてなかったです。そんな。その友達の服とかに比べたら明らかにでかい何かを着てるわけじゃないですか。そう、でもなんかそんなファッションに興味もないっていうか、そんなだったし、その男の子からね、デブとかっていじめられるってこともないし。え、でも制服とかじゃないですか？こう制服もあの自分に採寸して作ってくれるので、年々大きい。ああ、でも別になんか着れなくなるとかもなく、まあまあ、あの自分サイズのものだから。そう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 なんです。で、中学3年生の健康診断でお医者さんから痩せてくださいって言われて。それまで言われなかったんですか？言われなかったですね。まあ、絶対言われてると思うんだけど。言われてたとしても私じゃあ気づいてなかったか、親がそんな気にしてなかったかかな。はあ。そうです。それでダイエットして痩せましたね。そんなダイエットしてでいきなり痩せれるもんなんですか？いや、めちゃくちゃ時間かかりました。3年ぐらいかかって。だから中学3年生で75キロで、高校3年間で58キロぐらいまで落とした。すごいですね。別人になりましたね。でところが、その後、まあ、大学入って、就職試験でアナウンサー目指して、そうすると、もうアナウンサー就職活動掲示板とかで、うん、高橋英樹の娘が受けてるらしいよとか、なんか残ってるよとか、うん、なんか絶対コネだとか、超ブスだったとかっていうのとかめちゃくちゃ書かれたりして、そこから激痩せしていって、はいはい、で、入社しても、やっぱり社会の荒波に揉まれて、超痩せて37キロまで減ったんですよ。すごいっすね。そう半分以下じゃないですか、全然。半分、それ人って半分になれるんだと思いました。じゃ自分のベスト体重がいくつぐらいっていうのは一応あるんですか？ああ、52キロぐらいじゃないですかね。はあ、うん、今でも今体重計あまり乗らないんで今何キロかかんないですけど、うん、今50キロぐらいかな。はあ、いやなんか すごいその、うん、なんかその太ったり痩せたりって急激にやるとなんか体調悪くなるとか言いません？ あとね、血管に負担がかかるとか、皮が余ってます。ああ、はいはい、あ、そのあ太った時代の皮がそのシューってなってるから、本当すげえ膨らんでる。へえ。はい。腕とかこんなところも伸びますよ。はいはいはい。はあ。足とかお腹とかも全部伸びます。へえ。それはねコンプレックスで、あの、はいはい、ビキニが着られない。お腹がやっぱり皮が余ってるんでシワシワしちゃっててビキニ着られないとかあります。はいはいはい。へえ。昔のお写真より痩せられましたが、何ダイエットをしましたか？そう、高校で何ダイエットしたんですか？いや、最初はダイエットの知識とかが全くないから、カロリーメイト食べれば痩せると思って、うん、3食プラスしてカロリーメイト食べたりとかしてた。いつもの食事プラスカロリーメイト。そう。逆に太るみたいなのとか、お金がないから、はい、あの、増えるわかめちゃん
をミキサーにかけて自分で海藻パックとかやってお腹とか揉んだりとかして、効果が多分ないんでしょうけど、ないっすね、それであのお風呂 の, あの排水口詰まらせたりとかっていうこととかをやりながら、まともな相談相手いなかったいやだって中学3年生で当時ネットもそんなないし、ダイエット雑誌とか見て、だからなんかグレープフルーツと卵、ゆで卵を食べると痩せるとかっていうのを見るとそれやったりとかでしてましたけど、結果一番痩せたのは3食のうち2食をなんかドリンクタイプのものに変えるっていうのは痩せました。でも高校生の時に聞いたら食わなきゃいいよとかって普通に、いやまあまあそう、結局到達するのはそこなんですけど、やっぱりもともと食べるの好きだし、そこまでなんか痩せたい理由も別に服着たいとか彼氏欲しいとかじゃなくて、なんとなく痩せなきゃみたいなモチベーションも低かったので、もうただただ辛かったです。でもその乾燥わかめをこう水に溶いてジューサーでやるとかの労力かける方がめんどくさくないですか確かにね。でも頑張りました。ラップをお腹にぐるぐる巻きにしてお風呂長時間入って貧血で倒れたりとかそれって貧血で倒れるんですか？そう、脱水っぽくなって、あと締めすぎてラップで、ああちょっと気持ち悪くなってみたいな、そうとか、いろいろ当時の高校生のマーサさんは頑張ってですね、あのいろんなダイエットしました。いろいろ役に立たないのいっぱい頑張ってそうドリンクタイプのが一番良いと、一番それが痩せましたね。最近はね、ほらなんかあのパスタでもこんにゃくパスタにしたりとか、あと、ね、こう野菜をたくさん食べればいいとかっていろいろ情報もありますけど、うん、チートデイ作ればいいとか、うん、だけどもうその時は分かんないから、はいはい、結局は食べないが一番ですよね、はい、そうですね、食べないのが一番痩せますよね、うんうん。お父さんのブログのトップ画像は笑いを取りに来てるんですか、それとも真面目なんですか。どんな、そんな変わった画像でしたっけ。あれ今ちょっと見てみますね。私もそんな変わったのだと思ってなかったです、うん。トップ画像はうちの父の時代劇の写真。時代劇の写真、ね。時代劇ですね。確かにちょんまげですね。はい、これは多分、笑いは全く撮りに行くつもりじゃなく、お気に入りの写真だと思います。あ、でもちょんまげですからね。いやですけど、もう時代劇は父親のライフワークですからね、もうずっと時代劇でやってきたからっていう思いが、まあまあまあ、ただね最近ね、あの、うん、時代劇がやっぱりだいぶ減ってきてるのと、あと、うん、78歳でできる役がないんですよ。時代劇の人たちってみんな家康でも74歳とかで亡くなってて、基本50代で亡くなってるので、そうですね、まあ、江戸時代だって40超える人の方が少ないですからね。そうだからできる役が減っちゃったっていうのは本当に大御所役の高齢者役しかできないっていう、そうもう本当に、でそんな有名人いないじゃないですか、あのだから主役には厳しい主役にはならないですよね。なんか高橋英樹さんのあのやっぱりでも時代劇は娘の私から見てもすごく素晴らしいと思うので、時代劇専門チャンネルとか BS で過去素材とかやってると見たりしてます。ぜひみんなに見ていただきたい。盾がすごいんですよ秀樹さん、桃太郎侍の、うん、右耳で早口3回連続でお願いします、言えますかって言えないです。言えないんですか。アナウンサー得意じゃないですか。こういうのアナウンサーってよくいろんな番組とかで、うん、あの早口言葉やってください、うん、アナウンサーだからできるでしょって言われるんですけれども、うん、アナウンサーは書かれているものをきっちりと読み伝えるっていうのが仕事であって、早口言葉の研修はそんなにしてないんですよね。そうなんですか。あの、なんか練習してるイメージでした。滑舌練習であえいうえおあおとか、バラバリバルバレバロビラビリビルビレビロとかっていうのをやったりするんですけれども、別にそれは原稿とか、うん、あの台本をきちんと読めるための練習であって、早口言葉の練習じゃないですね。そうなんだ。なんか古舘一郎さんとかって普通に早口言葉綺麗に言うじゃないですか、うん、あれも早口言葉の練習してんすか。じゃあ多分ていうか、まあ、古舘さんは職人芸で、もうもはやアナウンサーの枠を超えて、まあ実況だったり、ボキャブラリーの数だったり、早口できるスキルっていうのがかなり身についてると思うんですけど、結構そのアナウンサーに早口言葉を求められるやつはみんな辛いと思ってると思います。あ、そうなんですね。はい。
なんかもうみんな普通にできるからはいはい当然みたいな、そういうもんなのかな。いや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 、だから最近はもうみんなできなくてもいいやって感じでチャレンジしてる人も多いと思います。お父さんは買い物するとき、侍がこれから切り合うみたいな真剣な顔で商品選びをしてるって本当ですか？意識したことないですけれども、うちの父は本が好きなので、本を選んでる時の顔は人切るみたいな感じで選んでたりします。まあ普通にじゃ真面目な人だから真面目な顔で選んじゃうっていう。そうでも選ぶぐらいだったら両方買えばいいじゃないですか、バンバン。おお、いやでもそんな、やっぱりその何を買うか選ぶっていうのが楽しいんじゃないですかね。どれを読もうかなとか、なんかやっぱりそう、選択せずに全部、じゃあここの棚全部くださいっていうのってつまんないような気がしますけどね。やっぱじゃあその富豪キャラにはならないで、その普通の生活っていうのを楽しんでらっしゃるんですね。そう、うちの父なんて本当に、例えばこの間も美術館とか行った時に、すごい人気の美術館で刀のね、展示に行ったんですけど、2時間とか並んで待って入ってます。その行列の中に高橋秀樹がいるんですか？そう。なんか、ま、前とか後ろの人もあれってなりますよね。なんかその芸能人だから裏から入れてもらうとか、コネ使ってちょっと先に入れてもらうとかせずに待つ人です。出口から入ってもなとかならないですか？ねえ、でも真面目に並んでましたよ。僕は割と出口から入ったりするタイプなので。ずるい。てか悪知恵ですけど、その方が本当はなんか人生ちゃんと得してる感じしますけどね。いや、なんか待ちたい人は待てばいいなと思いながら、僕は待ちたいタイプなんですいません。地方アナウンサーさんが東京のキー局のアナウンサーさんになる方法、キー局の番組を持てる方法はあると思いますか？やっぱでも地方のアナウンサーとキー局ってやっぱ違いますよね。なんですけど、最近の、例で言うとですね、テレビ東京さんがアナウンサーの中途採用されたんですよ。でその時に大阪のテレビ局に勤めてたアナウンサーが中途採用でテレビ東京に入ったっていうのはあります。あ、そういうことあるんですね。それからあとは地方局の女の子とかだと割 と、ジョブチェンジでどんどん中央に寄ってくる、フリーになるんじゃなくて、例えば、テレビ熊本にいたのが今度中京テレビに名古屋に来たとか、はあ、そう、あもうちょっとあるんですね。そうっていうパターンの人もいます。はあ、そういうのあるんだ。日本でも共同親権が認めてもらえるようもっと活発に議論されればと思ってます。共同親権が認められないと取り残された男の方は仕事する気力や生きがいがなくなり、日本の生産力が落ちたり自殺者の増加などに影響すると思います。メディアの影響力のあるお二人方はどのようなお考えでしょうかっていう、いきなりディープな話になりました。難しいですね。どうします、どちらから言いますか？私から言いますか？あとお願いします。私は共同親権もあっていいと思っていて、なぜならば大体離婚する友達っていうのは親権で揉めるんですよね。はい。結局離婚した友人が言ってたのは、離婚っていうのは結婚に失敗した人じゃなくて離婚に成功した人だと。それぐらい離婚っていうのは本当に大変で、もうで財産分与よりも何よりもやっぱり親権で争ったっていう話をするんですよ。それを考えると共同親権っていう方がいいんじゃないかなって思うんですけれども、一方で例えばどちらかの親が子供に対する虐待とか、DV があった場合、共同親権が認められちゃうと子供にまた害が及ばされるっていうリスクもあるなっていうと、ケースバイケースだし、裁判所きっちりそこまでじゃあ見極められるのかっていうのとかを考えると、すぐに共同親権ゴーサインっていうのは難しいんじゃないかなと思います。すごい、共同親権に関する論点を大体まとめて話すプロっぽいことをやっていただいて、まあでも知り合いがしたのは、結婚はすぐできるけど離婚は本当にエネルギーがかかるので、再婚したくない理由はもう一回離婚するのがめんどくさいから。そう、いやだと思いますよ、離婚した人みんな大変っていうもん。だからまあ、子供がいなければ書類だけで終わったよっていうタイプの人もたまに聞きますけど、そういう成功例って本当少ないですよね。結構だけど本当真剣って争いますよね、皆さんね。だから全く争わないパターンの人もたまにいますけどね。もうちょっと母性と父性が欠如してたら、むしろいらないっていう人もいますからね。ただなんか別れた後にやっぱり戻すみたいなのを言い出す人もいて、めんどくさいみたいな。
あ、そうなんですか。そうそう。いや、だけど、台湾とか共同親権ありますもんね。でも、先進国は大体共同親権になりつつある。ああ、そうか。なんか一応日本もハーグ条約に、条約一応入ってはいるので、共同親権にしなきゃいけないよっていうのは、一応法務省としてやろうとしてて、で、自民党のなんか委員会かなんかで一応議論をされてるらしいんですけど、だからまあ、あと10年、20年したら変わるかもしれないですけどね。ただまあ、あとでもやってみないと分かんないこと多いですからね。まあ、でも結局その日本の場合って、その親としてのというより、その離婚した相手にもう二度と会いたくないっていうのが強いと思うんですよね。でも、共同親権の場合って、やっぱ定期的に1ヶ月に1回とか子供を連れて会いに行かなければならないっていう面会権の話になっちゃうので、なので、ちょっと文化的に受け入れるの難しいのあるのかなと思います。いや、円満離婚なんてほとんどないですからね。みんな憎しみ合って別れてるわけですから、難しいですよね、そりゃ。だから、円満離婚ほんと少ないですよね。たまに聞いて、ああ、いるんだっていうぐらいで。ただ、円満離婚してる人は基本金持ちですね。あ、そうですか。それはどっちかがお金をたくさんもらったっ。どっちかがお金持ちだから、これぐらい払っても負担にならないっていうので、あの円満になってるけど、まあ、その額普通出せないよねっていう。いやー、特殊ですね、それは。ジュニアさんとの番組のヘベレケで女性ゲストの中途半端な暴露話に論破して詰める姿が面白かったです。マーサさんがすごいと思う女性タレントやアナウンサーを教えてください。いや、それぞれやっぱり今活躍してる女性タレントさんとかアナウンサーはみんな何かしら突出してすごいなって思うところがあるので、この人一人だけがもう一番すごいみたいなのはないですけれども、やっぱでも売れてる人ってみんなやっぱ優秀ですか？だと思います。だからなんかその事務所が強い事務所がプッシュして一時期バーって出ても、やっぱりそこで仕事ができないとか結果残せなかったら呼ばれない世界だし、なんかこの人超優秀だけどあんまり仕事来ないよねみたいな人っています？いや、あんまりいないし、もしそういう人がいるとしたら本人はすごく優秀なのにマネージャーさんがめんどくさいとか、あの仕事をする制作側からすると、いや、あの人 NG 多いよねとか。そっか、確かにそういうパターンもありますね。はい、でハリウッドスターとかでよくある。ハリウッドスターはめちゃくちゃいい人なのに、もう周りの側のマネージメントとか映画会社がガチガチに固めすぎてて、もう本当インタビューとかも取れない、ロケも大変みたいなのが日本でも芸能人があると難しいかもしれないですね。あと共演 NG が多いタレントさんとか、NG 媒体が多いタレントさんとかも敬遠されるかもしれない。共演 NG とかってみんなそんな作るもんなんですか？いやいや、私は、でも私自身はそういうのないですけれども、例えば昔交際してた人とかね、人同士とか、それから、まあ、テレビで嫌なこと言われたとか、あと、まあ、昔になんか喧嘩したとかっていうのとかで NG 出してる方はいらっしゃると思います。確かに、まあ昔交際してたの人はその仕事というよりそのなんか暴露とかゴシップとかそっち目当てとして呼んでるでしょみたいな。それ絡んで質問ですから、有吉さんとの共演 NG は本当ですか？北ナトランの切り抜きで見て爆笑しました。テレビがないのでその話ですが、回答お願いします。共演有吉さんと NG じゃないですし、8月も有吉さんの番組にお邪魔しますし、先々月も有吉さんとお仕事したんで、なんで共演 NG っていう噂が出てるんだろうって、私今これも初めて知りました。動画の切り抜きで誤解をするような切り抜かれ方をしたんですかね。おお、そうかもしれないですね。円満にお仕事させていただいてます。マーサちゃんはあんなに歌が好きで上手なのに PMI 公開ではなくダンス同好会に入ってらっしゃったんですが、予想外だったのですが、女子アナに進んだきっかけは何だったんですか？これは双葉の情報にすごく詳しい方ですね。PMI 公開っていうのは、部活動でバンド の部活のこと で、ダンス同好会っていうのもダンスのダンス部みたいなものなんですけども、ちなみに双葉に通ってる人しかこんなこと知らないじゃないですか。ちなみに私はですね、ダンス同好会でもなく、中学の時は憧れの女性の先輩がいて、その人がバスケ部だったので、バスケ部に入ったんですよ。ほいほいほい。なんですけど、さっき言った通り、マシュマロ型のデブちゃんに、足はでも太ってる時も細かったので、膝を壊してやめました。ジャンプしたらね、すごい負担が。
全部負担が来ちゃって。で、高校生の時は将棋同好会に入ってたんですけど、それは友達が将棋同好会の部長で、部員が足りないから入ってくれって言われて、幽霊部員だったので、将棋できないですし。あ、人数必要だから名前貸して。そうそうそう。そうです、そうです。でも入ったけど将棋には全く興味を持たなかったんですね。そうそう、だしできないです今でも。なんか多少勉強したいとか思わなかったんですか。なんかその友達も将棋同好会という名前を借りてちょっといろんな活動をやりたかっただけで、あんまり将棋の活動しなかったみたいですね。でもなんか世間的にその藤井聡太君がどうこうみたいになってた時に一応将棋みたいな。あの時私もですね、藤井君がこれで将棋を覚えたっていう、将棋盤を買いまして、うん、勉強したんですけど難しすぎて挫折しました。だってそれ藤井さんが小学生の頃とかにやってたんですよね、きっと。そう、あの駒にもう、この駒はどこに飛べますとか、はいはい、説明が書いてあるんですよ、うん、なんかいちいちこう説明書を読みながら勉強しながらじゃなくて、その盤の上だけで自分でこうできるってやつだったんですけど、それでもね、各コマがどういう動きするかが全く覚えられなくて。いや、覚えなくてもいいように書いてあるんですよね、でも。でも書いててもできなかった。ちょっと私に欠陥があると思います。で、私すごい忘れやすくて。はいはいはい。本当に忘れっぽいんですよ。だからルールブックとか読んでも、翌日寝たら忘れちゃうんですよ。やる気のなさがすごいですね。確かに、夫とも、例えば朝起きて、なんか、あれ夫がめちゃくちゃよそよそしいんだけど、なんでだろうとかって思って、後で、うん、あ、そういえば昨日の夜喧嘩したんだったみたいな。ああ、それ僕もあるんで気をつけてください。それでなんか失敗ありました。いや、だから僕覚えてないんですよね。だから、その、翌日に何もなかったかのように近づいてくるのが余計にムカつくって何度も言われた、うん。ああ、そういうことか。で、夫側はめちゃくちゃ覚えてるんですよ。なんならなんか喧嘩した私の言葉とか、なんか日記とかに書いてるっぽくて。すごいですね。日記に書くんですか。うん、だから全部言われたこととか、やったこととか覚えてるんですけど、私すごい忘れちゃうのと、あと散々ネットとかね、叩かれてきたから、なんかね、旦那に結構きつめのこと言われても流せちゃうんですよね。はいはいはい。体勢がついてるっていうか。それが言われ慣れてるし、知ってるし。そう、そうとか、なんか、自分の父親とね、比べちゃったりするとまた、うちの父親はそんなこと言わなかったのにとかって思うんですけど、なんか男性経験がないから、うん、まあなんかこんなもんなのかなとか。ああ、普通にいけるちゃうんですね。そうそう。全部流れちゃう。お父さんと仲良しエピソードが多いんですが、思春期の頃は反抗してましたか、洗濯も熱中しないでとか。ありました？一応なんかみんなが反抗期の時にちょっと影響されて、なんか挨拶、うん、おはようって言わないとか、お父さんがこう言っても、うん、みたいな感じの時期が1ヶ月ぐらいあったかもしれないですけど、基本反抗期はないです。あ、でもその反抗期してる時ってお父さんは反抗期だなのか、一応なんかその近寄ってこようとしたとかなんかあるんですか？いや、なんか反抗期だなって思ってたぐらいだと思いますけど、そんなに強い反抗期じゃなかったので。それは、じゃあ、なんとなくみんながやってるからやってみて、うん、別に面白くないからすぐやめちゃったみたいな。そう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 。だし、うちの父はやっぱり怖かったので、母親に対する態度が私が悪かったりすると、もう信じられないぐらい怒鳴って怒ったりとかしてたので、だからなんか怖くて反抗できないって感じでした。怒るときはやっぱ怖いんですね。いやー、もうなんか織田信長が本気で怒ってるみたいな感じですよ。家で時代劇が再現されてるみたいな。そう、お父さんはその怖いお父さんを演技して怒ってるのか、本当にその感情的になって怒ってるのか、どっちなんですか？両方あったと思いますけど、今聞くと怒ってるうちにだんだん陶酔しちゃって、自分でもっともっとってなっちゃってたこともあったって言ってました。はあ、そうなんだ。いや、確かに高橋英樹さんのガチ怒りは小学生とかで怒られたらめっちゃ怖いですよね。いや、そうなんです。だからなんか社会とか出て人に怒られてもあんまりダメージがないっていうか、この程度ねみたいな。そうそうそう、そうなんですよ。良くも悪くもですね。はい、いろいろ慣れてらっしゃるんですね。そう、体勢がいろいろついてきますね。
日松屋が出て親近感、私が子育て中はコムサデモードの子供服とか出てきて、お誕生日会でアンパンマンの靴下をあげたらキャラクターものはちょっととか言われました。マサヒルクさんのうちはキャラクターもの衣服は身につけさせますか。あ、でもキャラクターをなんか避けようとしててもアンパンマンだけは避けられないみたいな話を聞きますけど、どうなんですか。そうです、そうです。やっぱり娘がアンパンマン好きなので、アンパンマンの服とか着せるとテンション上がるんですよね。だからまあ、パジャマとか、あと、でも私がアンパンマンの靴を買ってきたら、夫は出かけるときに絶対履かせないですね、それ。あ、それはダメなんですか。夫はちょっとあんまりキャラクターもの好きじゃないみたいで、私が仕事の日とかに夫が娘に服を着させて保育園連れてくんですけれども、キャラクターものは避けてますね。へえ。でも私は結構キャラクターもの買っちゃってますけど。なんか知り合いの家庭がずっとキャラクターものを避けていたけど、幼稚園かなんかで初めてこうアンパンマンを見てしまい、そこからアンパンマン汚染に始まり、やっぱりこうアンパンマン汚染を避けて生活することはできないのだみたいな話をしてて、もうアンパンマンとミッキーはと島次郎ですね、うちはもう避けられないですね。やっぱそんなに子供ってそのキャラクター好きになるもんなんですか。うん、好きになりますね。あとは、まあ、ディズニーランドに初めて連れて行くってなった時に、夫からその全く分からないで連れて行っても本人が喜ばないから、なんか3ヶ月くらい前から仕込んどけって言われて、あのディズニーの動画とかアニメをずっと見せまくって、あとエレクトロニカルパレードの動画とか、ミッキーだよ、ミッキーだよとかってやってたら仕込まなきゃいけないもんなんですか。別に興味なかったらそれでいいじゃないですか。まあでも結果そしたらもうディズニー大好きですね。あともう アンパンマンとかが好きすぎて泣いたりしてますね、うん、アンパンマン、アンパンマンみたいな。あ、そんな好きになるんだ。え、でもだって旦那さんもそのアンパンマンの靴を履いて出かけるのは嫌なんですよね。そう、だからキャラクターものを着せるのは嫌だけど、あの見せたりするのは全然。あ、そのキャラクターものをその見たり楽しんだりはいいけど、うん、それを身につけて外に出るのがダメな、まあ、夫は嫌みたいですね。なんかすごい微妙なラインじゃないですか。そうそう、めんどくさいですよ、いちいち。え、ひろゆきさんのとこはどうですか。まあ、うちはあの表向き僕はあのその子供いるいない言ってはいけないと、ああ、そうなんですね、うちの彼女に言われておりまして、はい、承知いたしました、はい、とはいえあの別に日本にいないのであまりキャラクターもないよくわからん。ああ、そっかそっか。まあでも本人がね、本人が好きだったらね、まあ、年齢も例えば小学もうちょっと幼稚園小学校とかになった時に本人が着たいって言ったら着させるし、嫌だって言ったら着させないっていう感じで任せます。でもアンパンマンとかってなんか割と卒業も結構早いっていうじゃないですか。なんか小学校ぐらいになるとなんかもうそんなにアンパンマン興味なくなるみたいな話も聞きますけど。そうなんだ。いや、まあでもどういうふうになろうが受け入れるつもりでおります。なんか逆にそのこのキャラクターを好きになるように仕向けたりとかっていうのはディズニー以外はあんまないんですか。まあ、ないですね。それはあ、だからこの間島次郎のコンサートに行ってきたんですけど、それの時はやっぱり2週間ぐらい前からずっと毎日島次郎つけて、あの本人が島次郎に会った時にわあ島次郎だって喜ぶように仕込んだりはしてました。あ、やっぱその仕込まないといけないもんなんですか。いやいや、興味ないよ、ふーんでもいいじゃないですか。まあまあ、でもそれで楽しめたらね、倍楽しめるかなと思って。逆にその仮面ライダーとかなんか男の子が好きなものをあえて突っ込んだりとかはないんですか。まあ、今のところはないですけれども、でも洋服とかうちは割と女の子してるものよりはユニセックスな、あのボーイッシュなものを着させてること多いですね。で、本人が何に興味、まあ、今はね、親が買い与えたり見せたりするものをまあ見てることが多いですけれども、うん、それでも例えばディズニーチャンネルの中で何が見たいっていうのは本人が選択するようになってきましたし、もうちょっと本人の意思が強くなってきたら本人に任せようって思ってます。そういうものなんですね。本人の選択って割とだんだん増えてくるもんなんですね。うん、増えてきますね。やっぱり意思が芽生えてきてますので。お母さんと一緒とかはそんなに興味はなかったんですか。あんまり、あの保育園から帰ってくる時間がいつもちょっと私の仕事の影響もあって違うので、あんまり定時の、あの地上波っていうよりかは、あのネットフリックスとかアマゾンとかディズニーチャンネルから選んで見てることが多い。ああ、そっか、確かに、うん、録画して見るタイプのもんでもないですもんね。そうなんですよ、うん、あ、そういう家庭状況によってディズニー派に分かれるんですね。うん、多分そうだと思いますし、あと子供の興味もあると思います。同じディズニーチャンネルの中でも見るものと見ないものすごい分かれてますね。うん、本人なりに好き嫌いはもうすでにあるんだと思います。
それはなんか親がこれ見てほしいなとかっていうのでもなく、もう自分からこっちが好きでこれ見たいなってことですか。うん、うん、へえ、なんかすいません、ちょっとあの最初遅れちゃったんですけど。あ、いや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 、ありがとうございました、いろいろと。いや、こちらこそありがとうございました。あの視聴者の皆様にも楽しんでいただけると良かったんですが。あ、僕は普通に楽しみました。あ、本当ですか。私もあのテレビで拝見してるひろゆきさんとお話できて光栄です。いやいや、こちらこそと思います。ドイツからありがとうございます。なんか告知とかありますか。いや、特にあの引き続き頑張りますので応援していただけると助かります。はい、というわけで今日は高島さんに来てくれました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。失礼します。